はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。1月21日木曜日、本日はキコーナー戸塚店から生放送です。はい、せーの、戸塚ニャ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、アンチャとニコラスでお送りしていきたいと思いますね。はいはい、よろしくお願いします。コメント読んできます。はい、アンチャマコ今来たよ。こんばんは。早く来すぎてしまったということね。いや、ちょうどいい、ちょうどいい、あるあるだな、それ。ちょうどいいよ、まだ始まんねーっつって。マコどうも、こんばんは。早いよ、嘘でしょということでね。でもなんか最近はちょっと早めにね、ちょっと気持ち早めにやってますよ。はい、嘘だって8分とかですもんね。そうそうそう。はい、そうないですよ。いつも12時定時ですから。12時はない。定時ですよ。定時の時も、本当定時ぴったりなんか一回もないんじゃないですか。いやいやいや、ありますよ。たまにあるけどね。いやいや、毎回定時ですよ。どうしたの、何言ってんですか。こんばんは。今日こそは、ジャブジャブ仕込んでますよね。ジャブジャブないんですよ。ジャブジャブないですよ。あちゃんとつかにゃの皆さん、こんばんは。楽しい時間の始まりだ。はい、ありがとうございます。あちゃん、昨日の、配信の予定見たけど、横須賀終わった後、関西配信の音声流れてたよ。あ、マジですか。それ見てたからかな、ごめんなさい。店長は今日はいないんですか。いないです。あー、すいません。ねえ、ママ、今夜、ガロ、ジャブジャブラッシュ入れてよ。ジャブジャブラッシュ、うん、ジャブジャブラッシュ、ジャブジャブラッシュ、90、何でした、 95% ぐらい、 92%、 うん、入れましょう。はい、入れましょう。たまにはお店に、たまにお店にお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそお世話になってます。はい、また来てください。はい、今日も大阪市行くのから見てます。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。あんちゃん、ニコラス、今日は何食べるんですか。今日はですね、いい質問ですね。来ましたね。分かってる。今日はですね、はい、なんか前回、うん、前回自分ちょっと出てなかったんですけど、はい、そうなんですよ。アトロクさんが、そうそうそう、北斗のね、おみやかけて、そう、おみやかけて対決をして、僕がですね、負けましたので、今日は僕がおみや担当ということでね、用意しました。はい、うん、なんと、はい、うん、特製ジョジョ焼肉弁当。はい、ジョジョ園の、これはすごい、焼肉弁当。よく、あれですよね、これはやばい、芸能人の、はい、あの6弁、はい、になってるようなお弁当だと思います。ロケ弁でこんなん出てくるんですか。ロケ弁だって言ってこんなもんでしょ。そう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 、特製焼肉弁当。はい、特製焼肉弁当、あの、うん、マトリョーシカみたいになってますもん。あ、本当、箱の中に箱があってみたいな。豪華。うわ、めっちゃいい匂いする。ちょっと見えないですけどね、めっちゃいい匂いする。角度的にね、はい、角度的に、うわ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 、どうですか、わかります、これ。わかるかな、ちょっと皆さん、お母さん、お母さん、これわかりますか。ちょっとあんちゃん、そのまま待機ね。はい、こんな感じになってますんでね。はい、このお惣菜でさえ美味しそうだもん。焼肉弁当ですね。うわ、超いい匂い。かけて、ニコラスにはね、ほら、飯テロですよ。が、はい、12時半まで。え、早くない、早くない。いやいやいや、焼肉弁当はそれぐらいの価値あるでしょ。ああ、まあね、はい、12時半までに大当たりを引けなければ没収ってことですか。うんうん、そうですよ、これ。ちょっと待って、マジっすか。12時半までに引かなかったら没収。いやいやいや、うん、あ、という、今日は厳しい、厳しいルールですね、あんちゃんね。いや、それはそうですよ。はい、焼肉弁当かけてんだもん。はい、お預け。そうですね、お預け、はい、いや、お預けってか、うん、これは日頃、うんうん、お店のために頑張っていただいてる事務員さんにあげるってことで、うん、なるほど、なるほど。引けなかったら、うん、それは阻止したい。はい、なんとしてでも阻止したい。いや、それは阻止したいっておかしいでしょ。そう、日頃頑張っていただいてるんだから。そしてですね、まあ、じゃあ30分過ぎて、過ぎてとしても当たっちゃったとしても、はい、でもこれ、これもすごいよね。対名権、対名権だから、はい、対名権ですね。洋食の有名なお店のお弁当、対名権のハンバーグ弁当かな。ハンバーグ弁当、はい、こちらを、まあ、制限時間内でいいですか。2時間以内。いや、それも甘いでしょ。時間、甘いの。甘いの。うわ、超うまそう、うん、これ1時半まで。1時半まで、ラッキーラッキー、はい、ラッキー。1時半までに当たれば、この対名権のハンバーグ弁当が、これ十分でしょ、はい、食べれるということなので、対名権、ニコラスは何としても時間以内に当ててです ね、 そうですね、美味しい食事を今日はゲットしていただければ、うん、でも逆に言うと30分以内に当てれば、うん、もう美味しいご飯が待っている。そう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 、いやいやいや、ということですもんね。あの、お約束ですよ、皆さん。なんですか。一生懸命コメント書き書きしてください。そうすると、どんどんオープニングを伸ばして伸ばして、どんどん時間がかかりますからね。当てれないようにね。まあね、打ちましょう。はい、ということで、今日はね、あんちゃんちょっとまだお仕事が残ってるんでね。はい、ただですね、先に番宣させてください。はい、番宣大事ですから。はい、番宣してください。はい、はい、明日は尺伸ばそうとしてる。1月、いやいや、そんなことないですよ。
1月22日ですね。はい、はい、なんとこちらが来ます。はい、ね、バトラー君。バトラー君来ます。はい。今回はマジで来ます。はい、マジで来ます。マジで来ます。はい。はい。ただいまですね、うん、事務所でお休み中です。あ、なるほど。ね、今休憩してると。まだね、明日のためにね。陽性だけどね、はい、あのね、まだ仕事モードに切り替えられてないみたいな。1歳なんでね、はい、もうちょっと今の時間帯に寝てるかなって。まあ、首座ってないんで、まだ。1月の、あ、11月の22日、去年の11月22日に、1歳になったばっかしなんで。そうですね。首座ってないんでね。ただですね、あの、彼は、あの、人間じゃないんで、あの、店内には全然入れますから。あ、そうですね。そうです。あの、皆さん、あの、人じゃないんで、ね、お子様は、あの、18歳未満は店内はちょっとダメですけど、彼違いますから。はい、そうですね、はい。もう物みたいなもんなんでね。いや、物じゃないですけどね。妖精物体妖精ですね。うん、妖精みたいな、ね。妖精、あの、日本の法律は妖精には関係ないんで、そうですね、あの、そこら辺は突っ込まないでください。はい。1歳、まだ、うん、満1歳ですけども、はい。はい、あ、満1歳と 2ヶ月かな。うん。2ヶ月、そうですね、2ヶ月ですね。満1歳と2ヶ月になりますけれども、うん、まあ、彼は、人間じゃないんで、明日は、キコーナ戸塚店の、今事務所で寝てますけど、明日はキコーナ戸塚店に皆さんの前に現れますので、そうですね。ぜひ、ぜひ、はい、あの、いやもう触ってあげてください。はい、魔法かけてくれますか？魔法かけてくれますよ。はい、くれると思いますので。圧力ライターよりも魔法かかるかもしれませんよ。いや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 、あんちゃんまでバカにし始めたの。おかしいぞ、なんか。あれ魔のライターですから。はい、ということでね、はい、ぜひとも明日ね、遊びに来ていただければ、はい、いいかなと思いますので。あと、はい。もう一つ、はい、そうですね、勘の鋭い人はもう分かってるかなと思いますけどもね、はい、なんで今日ガロなのかと、なるほど、話ですよね、はい、そうですね、はい、うん、前回、いつやったんだっけ、前回ついこの間、ついこの前ですかね、はい、先週の、実は土曜日ですね、はい、エースプロさんがね、ちょっと、キコーナ戸塚店のガロの取材に来ておりまして、はい、はい、で、今度23日、はい、はい、次は23日、ね、土曜日ですね、はい、こちらもまたガロの取材ですね、うん、ガロの土曜日入ってますので、はい、取材が入ってるということなので、映り込みだけちょっとね、はい、そうですね、ちょっとそれだけ注意していただくのと、ね、まあ、ちょっと取材でもしかするとちょっとお話聞かせていただくかもしれないという、はい、うん、場合によってはそういう可能性、うん、可能性もありますしね、はい、そこら辺は、はい、ご了承いただいて、ご了承いただくのと、うん、ちょっと映りたくないよって人はちょっと注意していただければなと思いますので、そうですね、よろしくお願いします、その時間だけまあちょっと席離れるとか、はい、うん、そうですね、まあでもね、その時にね、ST がね、続いてたらね、なかなか手を離せられないと思いますけど、確かに、へそ地怖いっつって、うん、まあそうですね、はい、ね、ということなので、土曜日、よろしくお願いいたします、はい、はい、じゃあそろそろ打ち始めた方がいいかな、ニクラス、ちょっとやばいですね、ちょっとやばいですね、はい、いうことなので20分弱しかないですからね、はい、早速、本日は、はい、CR ガロ魔界の花、こちらを打っていきたいと思いますので、皆さん、時間よろしくお願いします、はい、お願いします、いやいやいや、コマーシャル中だよあーちゃん今日厳しいね、厳しいっすよ、いやいやいや、はい、ちょっとね、はい、ちょっとこの頃ね、うん、甘やかしてるからね、そうですね、あ、なるほど、厳しさね、甘やかしていかん、厳しさね、食べるにはねどれだけ大変かっていうのね、なるほど、確かに分かってもらわないと、はい、ちょっと待ってね、コメントあれこれか、うん、どこまで読んだかな、結構読んでないですよ今日、あ、結構溜まってます、結構溜まってる、溜まってます、結構溜まってる、こっち寄りかな、はい、明日期待できるのかなって、明日はですね、うん、バトラー君来店しますので、はい、まあ皆さん楽しみにしていただいた方がいいかなと思いますね、うん、そうですね、はい、ワコツーです、日付変わって誕生日が来ました、おめでとうございます、おめでとうございま す, いますハッピーバースデー、うん、おめでとう、おめでとうございます、遅いのは山ちゃんのせいだったのねって、まあ、そうとも言いますけど、まあ、間違いない、うん、今までは女の人もお化粧に時間かかるじゃないですか、うん、まあ戸塚川店は結構いろいろお化粧したりとか、そうですね、ドラの来たのでそれはしょうがないかなと思います、準備がありましたからね、そうだね、はい、うん、なんかいきなり変な声聞こえたなって、うん、あっちゃん髪型かわいいって、ありがとうございます、あっちゃんはこう まだ髪型ネタ引っ張ってんすね、うん、だいぶいじられてニコちゃん、あんちゃん、こんばんは、こんばんは、あ、こんばんは、こんばんは、今日ロトパチ見に来ました、すいません、ロトパチが今日はやらないですまさかのロトパチ、うん、あ、でも蒲田店、実機にロトパチ入るんですよね、これね、なんか入りそうな感じですね、うん、はい、すげえな、やっぱ
で、あと、あってあとつかないの皆さんこんばんは。こんばんは。はい。楽しい時間の始まりだーって、うん。この辺読んだ、ね。あ、これ読みましたね。もうちょいしそうだね。あ、これ辺からか。はい。やつかーにゃ、店長休み、休みでーす。やべ、これタイムストップ溜まってんだよ。昨日、高井田店で朝ガロ3回転で鼓動で単発いただきました。おめでとうございます。すごいじゃん、3回転。あ、朝ガロ当たったんだ。すげえ。マジかーって。うん。ちょっとまたメロンパンじゃないよねって。メロンパンじゃないです今日は。先週忘れたってメロンパン。だから今週はね奮発してびっくりしましたよ。ジョジョエの弁当ですよ。もういくらあってジョジョエの弁当、うん、はい、2200円ぐらい。2200円ぐらいですね、うん、おっと、うん、そんな感じなんすか。え、俺客開いてた。え、開いてないよ。開いてない開いてない、放送事故放送事故。メシテロだーって。うん、メシテロですよ。戸塚は間違いない。メシテロだーって。 あっちゃん太っ腹ーってきますよ。広い前には辛いって、まあ、そうですよね。ニクラスのスラックスにアイス食べたのは笑ったって。ああ、あれですね。あれひどかったですけどね。あ、そうなんですか。アイス食べちゃった。食べちゃダメだよ、食べちゃダメ、絶対食べちゃダメだよ。食べちゃダメだよ、食べちゃダメだよ、食べちゃダメだよ、絶対食べちゃダメだよ。無理じゃないですか。なんか今日変なスイッチ入ってるぞ、大丈夫か。そう、ドームとか東京駅に売ってるやつですよ。そう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 。はい、こんばんは、鹿児島から見てます。ありがとうございます。鹿児島すげえ。黒豚何個買ってきたのって、1個ずつですね。そうですね、はい、お弁当2個あります。はい、今度左の人だ、MC あっちゃん交換しましょうって、うん、左の人って誰だったんだ。あんちゃん。あ、イベントですか。うん、じゃ早く打たないとって。いや、うん、でもなかなか打たせませんよ。ニクラスマックスだけど前回の北斗のように期待してるよって。いや、だ簡単ですから。いや、そんなことないですよ。三キュッキュなんてそれでも美味しそう。あと15分東京駅の大名で買ってきたな。余裕余裕。23分で当たらんよって、うん、もう残り22分です、うん、そうですね。余裕。じゃあじゃあオープニングなしにしてくださいよ。今15分ぐらいじゃないですね。オープニング制度番組崩壊させる気かよ。1時半は甘いよって来てますけど、まあ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 、でもしょうがないですよ、うん、そうだね。こんばんは。オープニング制度かな。こんばんは。対面券高そうで、対面券いくらですか。対面券1000円いくらじゃないですかね。あ、でも結構いい値段しますね、はい、今日は放送後どこかに行きますか。いや、今日はちょっと行けないかな。そうですね。今日のアンチは厳しいな。厳しいですよ、うん、今日厳しいですね、はい、この頃ね、うん、ニクラスにはね、うん、ただ単にね、軽い条件で食べさせてたからちょっとね、厳しさを。いや、間違いない。間違いないです。厳しさを教えないといけないから、ね、はい、今の上カルピエンとか3年以上する、うん、それって、うん、あんちゃん今日は厳しいです。厳しいです、うん、矢沢ミートの弁当はないのですかって言ってます。あ、ないですね。まあまあまあ今後ね、まあいろいろそういう機会もね、うん、僕が担当になったら東京で買ってくるわけですから、うん、神奈川のね、いつも神奈川の名産を食べてますけど、す、ね、僕は東京の名産を持ってきますから。あ、それいいですね、はい、6弁じゃないけど今日ルパンマックスでいただいた分カニ弁買って食べて。おお、カニ弁美味しいですね、うん、カニ弁当いいな。そうだから俺東京駅でいろんななんか駅弁が多いから、そこで選ぼうかなと思ったんですけど、そう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 、まあ上野でも結構あるんで。ありますね。そうそうそう、だからそこで今日は買ってきましたね。明日バトラーはようって、はい、あ、バスバトラー来ますよ、うん、はい、魔法をかけてくれますか。いや、もちろんね、かけてくれると思いますよ、後ろで、うん、かけますよ、ね、はい、ステッキ持ってますので、うん、ここにのネタか。旬なネタね。旬なネタですね、うん、飼育員は来ないのって。いや、飼育員さんはね、あずけさんはちょっと明日は別のところにいるのかな。あー、なるほど。バトラー何しに来たの。じゃあ、いや、皆さんに会いに来たんですよ、うん、さあ、天下の宝刀。いや、聞き込みじゃなくて、ね、いや、あのね、いや、もちろんね、着ぐるみっていうのではなく、まあ、実物大のバトラーで、まあ、実物が効くってことで、うん、今回は、うん、はい、誰が入るのって。いや、これはですね、まあ妖精は中には人はいません、うん、あれめちゃめちゃあれめちゃゲイは。え、何。あ、いや、店長ですか。店長お休みです。あー、すいません。あ、そうなんですよ。この間新橋で焼き酒してたよ。うん、マジっすか。マジっすか。あんちゃんの中にも妖精がたくさん宿ってるもんね。いや、そうですね、うん、過去最近キコちゃん見ながら約束することが増えてきて体重が2キロ増えた。すいません。幸せ太り。幸せ太り。いい傾向ですよ。いい傾向です、はい、ニクラス先輩こんばんは。こんばんは。いつから先輩になったんすか。あずけはバタラー君にパンチしたけどお客さんもパンチしていいの。ダメですよ。優しくしないと魔法かけてくれませんよ。あ、でもね、触り心地はいいんでね、握手とか抱きついたりする。いや、ほんと、うん、抱きついたりは全然 OK ですよ。気持ちいいんでね、ぜひぜひ。ニクラスもうち初めて今言ってますね。はい。ビッグドリーム見たかったのにってすいません。あー、新規とか YouTube にあるんでね、はい、はい、今日は初めてガロで ST 中へそ落ちしてそうなんですよ。え、へそ落ち。そういうのがあるんでね、ガロはね、なかなかトイレには行けないんですよね。引き強いな、ある意味。さあ、ジャブジャブどうぞ。ニクラス、イライ打ちしていいよって、だいぶ早い時間帯にコメント来てますけど。おー、
あっちゃん昨日から打ってくると込みしたものですが、はい、角台下げて中西の言う通りの台打ったら15連で大勝ちできました。すげえ、おめでとう。助言ありがとうございましたって。その砂軍資金だね、あの横須賀店遊びに行ってあげてくださいね、中西ね。ガラの申し子ニコラス、ディープアンちゃん、髪が安定したあっちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、今来ましたって。おばたの二人は双子ですか、はい、いや、そんなことないですよ。双子。こんばんは、戸塚北斗か魔界しか打たないの。他のマックスキー打ってほしいです。いや、打つ機会があったらね、打ちたいと思うんですけど、まあ、ルパンとかもやってますしね。ルパンとかも、新旧ルパン対決とかね、うん、エヴァの新旧対決とかもありますので、うん、まあ、機会見つけてね、そろそろまた、まあ、あと打ち、まあ、いろいろね、やっていきたいかなと思いますので、うん、ぜひぜひその時はよろしくお願いいたします。はい、エヴァ10のライドミドル出るのですね、楽しみにしてますね。ああ、出んだ、うん、面白そう、うん、今日初めて、初めてキバゾーン入ってスルーしてよ。もう辛いな、それ。いいですね。 SD 行ったのに。あっちゃんの隣の人、1週間ぐらい MC の仕事やってみてくれませんか。ああ、あんちゃんがいいと思うよ。ジョジョエン食いて。あ、VFX ニコラスさん、こんばんは。こんばんは。アンド VFX 来ましたよ。はい、ようこんばんは。金枠いけ、金枠いけ。あんちゃん打たないのって。金枠来い、金枠来い。これからまだ仕事が残ってるんで打てないです。ハンプティマグナ。お宮の総額っておいくらですか。 3K。 さあ、色は 3K ちょいですね。 3K ちょいだそうです。はい、はい、さあ、色は緑。こんばんにゃ、今日爆弾爆裂させてくれた。明日爆弾撃ちます。ニコラス頑張ってー。あざ、これで頑張れニコラス。これでやってます。これでやってますよ、はい、もしかしてだけど、もしかしてだけどって来てますね。魔法って薬かな。いや、違いますね、はい、さあ、ハンプティマグナ VFX 銀枠から、はい、ニクラスさん、今度のゼロは期待しますかって。アマスか、はい、いや、あれ割と自分あの進撃枠が好きだったんで、うん、あのドゥルドゥルをあのコンロブルブルを味わいに打ちたいとは思いますけどね、うん、今日の弁当アンちゃんなら何秒で食べられる。ね、もったいない、もったいない。早食い、もったいないよ。はい、まあ、間違いなく1分以内で食べれます。早い、早い。1分以内ね。どっちにしろ早い、うん、こんばんは。あ、プルプル、ローリングプルプル来たよ。ローリングプルプル来たよ。放送用2時間なんですけど、6時間くらいしてくれって言ってますよ。6時間ね。やりたいですけどね。やりたいですけどね。なかなか会社が許してくれないんですよ。そうだね。はい、あんちゃん先週放送見てたかなって。いや、見てましたよ、うん、コメントもしましたよ。あ、本当ですか。はい、してます。あ、コメントしたんすか。してます、うん、ジャブルのジャブルの、いや、ジャブル入れませんね。ジャブルたい、ジャブルたい。スイッチオンってますね。スイッチオン。はい、残念、ね、まあ、こんなもんですよ。してよーって、してよー。まあ、山梨から見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。南アルプス市、南アルプス市。あんちゃん、2週ぶりのご無沙汰です。挨拶かてカメハメハマお願いします。ちょっとね、カメハメハマはちょっと今喉が、あ、ちょっと痛いのか。喉の様子がね、むせっちゃいそうなんで、ちょっと待ってください、うん、はい、はい、まだサイヤ人になってないんでね、はい、安藤翔さんと安藤涼子さん、うん、安藤涼さん、こんばんは。安藤涼さんって誰ですか。なんでフルネームなの。これちょっと、これね、この頃でなんかおかしいんだよね、これね。何が。いや、これ、いや、まあ、やめよう。これちょっとコメントするとなんか、荒れそうだから。嵐、ちょっと待って、これなんすか、なんすか。これでも同じ人だな、これ、コメント。あんちゃん、ほら、MC は喋んないと。いやいや、これね、うん、まあね、うん、まあ言っちゃうけどね、うん、弟の名前なんだよね。あ、本当の弟の名前なんだ。なんで前放送で言ったんじゃない。俺言った方がいいよ。家族が見てるってことですか。いや、それはないと思うけど。でも、弟さんを知ってる人間が、うん、いや、なのかな。荒れる、荒れる、荒れる。聞いて思ったけど、これ荒れるわ。スイッチオンだい。スイッチ第一。スイッチだい。はい、かわいいな。あんちゃん先週は配信見てなかった。いや、見てましたよ、うん、はい、あ、見てたんすね。あんちゃんパチ台無視して MC って。いや、そんなことないですけどね。ニコラス、あと10分無理だな、これはって。いや、はい、行きますよ、10分ですよね。今日魔界15回転目、新滅ゾーンで青で当たり17連しましたって。やっぱ 15回転で当てる人がいるんだ。あんちゃん、落ちないよって。あんちゃん、足立カゼラ入銀お願いします。入銀、入銀。あ、そっか、ちょっと第一っぽくなっちゃう。第一っぽから見てるってコメント、うん、本当にあんちゃんだったのか。いや、スペリッポから見てません。
スミリンポーから見てください。絶対それはないです。スミリンポーはですね、この放送やってる時間帯はもう営業終わってますから。なるほどね。あの一般人は入れませんから、はい、一般人、いや一般人は入れませんから、はい、12時で、そういう風俗系は、うん、あの皆さんお借りいただかないといけないんで、ね、はい、はい、どこまで読んだかな。はい、そういえばキコーナーどうして生配信始めたの、アズロクさんって。なんで、うん、なんでって言われてもこれどうですかってうちの営業がいて、うん、あ、じゃあちょっとやってみようかなって言って、あ、結構お客様から反応ありますね、じゃあもっとやっていきましょう、どんどん店舗数増やしていきましょうみたいな感じでどんどん今増えてるという感じですね、はい。でも本当これをきっかけにお店に遊びに来てくれる人とかがいて、うん、はい、自分はそれがすごい嬉しいですだよね、はい、うん、俺も嬉しい。昨日の関西版のファッションショーを見てたけど同じ関西済みとしてなんだか恥ずかしかった実際でも当たり前だそうです。あ、トミーのね服ね。アンチはキダルソンの第一お願いします。第一前言ってたよって、アンチは関西の方、関西の方のダンディよかったら今度また一緒に行こうって。誰と言ったの、これ、これ預けん、わかんない、預けんさん、預けんと言ったの、預けんと、いや、行ったことありますけど、はい、前に行ってたよって、あ、行ってたんだ、自分で、なんか忘れちゃったかもしれない。預けんさんコメントしてんじゃないですか。昔行ってたよって、弟行ったよ、前確か、あ、そうなんですか、うん、前アンちゃん行ってたよって、ありがとうございます、安藤の弟です、ディープステイよ、いや、そんなことはないですよ。弟、いい迷惑だよ。いや、いい迷惑ですよ。それは面白い。アリーナの皆さん、スイチョンって、うん、アリーナの皆さん、スイチョン。こんばんは、こんばんは、フェイスオブが、フェイスオブゴールドを歌うと気持ちいいですと、うん、あれいい歌だもんな。フェンサーなんとかじゃない、ニューギーひどすぎって、すいません、ニューギーはね、ちょっとうまく言えなかったですね、はい、一遍行ってみる、違うよ、死んでみる、ね、死んでみるだよ。行ってみるはお店になっちゃうよ。行ってみるはやばい、やばい、変なお店になっちゃうよ、本当に。あ、じゃあ今度いつも放送に、持ってき来る寿司源に行ってみたいって。そうですね、寿司源さんは、うん、富士山の大場店で、うん、ちょっとね、1月1日から時間変更になっちゃったんで、夜の12時までしかやってないんですけど、富士山の、あ、でも夜の12時までやってるんですね。いや、12時じゃ困るんですよ、うちら仕事終わりに行けなくなっちゃったんで。あ、そうね、はい、まあ確かに、まあでもちょっとぜひ行っていただければいいかなと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。あんちゃん一般人じゃないから入れるだろう、12時も、いや、そんなことないです、裏口から入ります。あんちゃん先週のスベリンポはどうですですか。いや、スベリンポは行ってないんですね、うん、アリーナの皆さんって今来てますね。昨日の関西の店長集結見れば配信スタートのきっかけわかるよって。そうですね、そうそう、だと丸半ニコラモおじさん見てるって来てますね、うん、ニコラモおじさん、でも配信のおかげでコーナー知れたのは良かった。時間ができたら蒲田以外に戸塚と小田原境町に行ってみたいって。いやー、ぜひぜひ全部ね行ってほしいです。本当にいろんなね、はい、店員さんいらっしゃいますから。丸よりコーナー、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。おじさん見てんのか笑って、うん、ニコラスもう時間ないでって。え、そうだよ、そうだよ、あと4分、ヨウさんは今どこにいますか。皆さん気づいてないでしょうけど、ね、自分2台回してますからね。そうだね、俺もミスターダンディ行ったけどよかった。あんちゃん今度クラブダンディの方に行きましょう。またコアな名前が、うん、根本敦弘様、ニコラス様こんばんは。アントの母親ですが、大人のお店ばっか行かないで彼女作るように伝えてください。いや、あのですね、大人の店に行ってるってことは絶対親は知らないはずですから大丈夫です。間違いない、ね、知ってたらちょっとショックだよね、はい、ですね。いっぺん行ってみるとかひどすぎ、もう一回行って、うん、いっぺん行ってみる。今来たよ、今日のおやつは何ですか。あれ、あんちゃん MC もうもちろくはサボり、いや、そんなことないですよ、はい、あのね、今日サボロクなかなか、あの今日はお仕事が、そうですね、今日はあの弁当代分働かないって決めてるんで、はい、あのね、ニコラスがちゃんとね、30分でね、その弁当を没収されるかどうか、あ、そこまでやってから見届けて、はい、なるほどね、はい、うん、いや、しっかり当てますから、うん、今来たよ、今日の、そうですね、あと5分にニコラスあかんて、うん、あーちゃん魔界獣味わってみるって言って、魔界獣、いや、ちょっと二台打ち、ちょっとあれだな、ちょっと忙しいな、忙しいね、忙しい、右手やって左手やってみたいな、うん、これ、あれですかね、アツロクさん右
うん、右側映してって言ったら映してくれます？あ、映せますよ、全然。あ、ですか、はい、ちょっとじゃあ、熱くなったら言いますね、はい、言ってください。はい、あ、お仕事呼ばれちゃった、あんちゃん。あ、はい、じゃあお願いします。はい、ということで、はい、ということで、あんちゃんね、ちょっと抜けますんでね、当てときますんでね。はい、当てときますんでね。うん、養分に戻るのか。いや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 、俺の仕事これ。ウェスカーってあんちゃんの上司になるんで。そうですね、あんちゃん久々に見た気がする、なんか嬉しい。今来ました、アリーナの皆さん、せーの、俺たちはバディラー、ニコラス。ニコラス、リクラビにいても私に会いに他県から足を運んでくださったことがとても嬉しかったって言ってたよね。なんすか、リクラビ、あ、見てんだ。おう、書いてあるんだ、それ。そうなんですよ、採用ページに自分が書いてるんで、うん、あ、そうなんだ。そうなんです、ありがとうございます、嬉しい。うん、あんちゃん喋り上手になってるじゃないか。なんかちょっと饒舌になってましたね、うん、でもカミカミだったね。カミカミだった。あ、ニコラス、はい、あと1分ぐらい。あ、やばいやばいやばい。手が足りない、手が、うん。ガロ県、埼玉県、北斗の県、ミスターダンディって吉原のですか。あ、場所は僕ちょっと分かんないですね。一遍行ってみるく、千葉に出店する予定ありますか。どうでしょうかね、町はどうですかね。でも近々ありそうですけどね。うん、あと仕事しないから卒論書きなさいわ。あんちゃん、ラッシュとクリスタルとエデン、どれがおすすめですか。飽きたと聞きましょうか。来週何か寝台ありますか。寝台入れ替え来週ありますか。来週はゼロ と、ジャパンが増大しますね。はい、ゼロのアマデジ、そしてジャパン、海物語ジャパンの、増大と。はい、はい、あんちゃん髪の毛変。あんちゃん、ニコラスの顔面映してください。顔面、4番ディープ&背番号コーチ、背番号コーチ。センテンススプリング、それはあれだっけ、なんだっけ、文春のあのやつだね。あんちゃん早く戻ってこいよ。あんちゃん安定の癒し、実験してほしいのですが、もし角煙あたり引いたら、はい、右横アタッカーに弾入れないで消化してみてくれませんか。それ V 取れなくない。取れないね。今回、V 下アタッカーだからどうにかなる気がする。あ、下の赤いところが開くからってこと。どういうことですか。下アタッカーの、はい、あれありますよね。あるけど下まで到達すんのかな。どういうこと。アタッカーに入れないってこと。あの右のアタッカーあるじゃないですか。あ、こっち、羽に入れないで、はい、下のアタッカーに入れろってことです。でも羽開いてたら多分拾っちゃうんだよね。羽開いてたら下開かなくないですか。あ、開かないわ。そうだ、下開いてないですもん。そうだね。あ、だからその間のラウンドの時に、そういうことか、開くのかどうかってことじゃない多分。それか羽を無視するってことですよね。うん、でも右打ちしたら羽に引っかかっちゃうからほぼ拾っちゃうよね。まあ手入れでもいいですけどね。あー、なるね。ニコラス、ね、ニコ生はいいけどプライベートパッチ負けすぎだろ。あ、それ絶対内部知ってる人は。今やもう、はい、ということでね、30分経過したんで、ちょっと待って、ちょっと待って、この青保留だけいい。青保留だけ。じゃあちょっと2画面、自分このステージの青保留、じゃあちょっと割と当たるんで、この青保留がニコラスはちょっとこれで当たるかもしれないって言ってるから、この青保留が当たったらセーフで。あ、じゃあそれで当たったらじゃあセーフにした、はい、絶対食ってやる、まあ、あんちゃん見てないからセーフにしてあげる、絶対食ってやる、うん、はいはいはい、ということでね。もう外れたみたいな。うん、徐々に募集。うわ、マジかよ、うん。見に来ましたよ、誰とは言えませんが、ありがとうございます。アルザス、お待ちしてました。あと1分でデスソースですか。違いますよ。あちゃん、さすが慣れてるだけあって、うまいなと思ったわ。ありがとうございます。ニコラさん、ありがとう。相変わらずイケメンだわ。あ、ありがとうございます。頑張。今、変な顔してましたけどね。うん、あちゃんに変わっていたのか、あんちゃんが体型変わ、あんちゃんが髪型変なわけないか。俺ね、ニコラス3枚あと1時間にかけようと。そうですね、1時半までに当てれば対面券の弁当は食えるから。でもこれノーヒットなんてあったらもう大丈夫。でも一応ほら1人で2台打ちしてるから、まあ、当たる確率は倍だから200分の1ですから。そうライトミドル、いけるいける。魔界の花ライトミドル打ってますからね、うん、イケメン。アタカの部位は10ラウンドと12ラウンドで開くんじゃないかな。なんかその話なんですけど、なんか2ラウンドとか4ラウンドでもペロッつってやってることがあるみたいで。あ、なるほどね。入ってないなと思ってしたら騎馬ゾーン来たことあるんで、一概には言えないみたいな話ですね、はい。ケチのあっちゃんがジョジョ園弁当買ってきたのはジョジョ庵とかパチモンじゃないよね。違いますよ、本物ですよ。まさか、
アタカあこれね、ニコラスプライベート負けてんの去年すごく勝ってなかったっけ。いや今年もやばいです、20万近くやられてます、明日バトラー君突貫に来ますか。あ来ますよ明日、本当にガチ、はい、ガチで来ますんで、ガチで来るんで、ガチで来るんでガチで来てください、会いにね。あっちゃんが食べるんですか。僕は食べないですよ。まあ、あの最終的にね、1時半までに当てれなかったら俺食べます、うん、いやあるからな全然本当に、うん、もう時間過ぎたから、これからのあたりは弁当にたんまりデスソースだね。やめてやめて、いやもったいないもったいない、美味しく食べないと、もったいないもったいない、横の羽が空いてるときは打たないということでしょう。なるほど、やっぱそういうことか、うん、やってみますか。でもほら格言見たい人もいるからさあ、まあでも V に入れればいいんじゃないですか。入る普通のラウンドは打ってで、この右の羽だけ入れないってことですよね。うん、余裕があったらちょっとはいやってみたいと思います、はい、ニコラスってハーフですか。自分ですか、どこの、うん、あブラジルっす、来たらいつもより暑いな。そうですね、激熱っす。格炎なら羽入れなくても下アタッカー全部入れておけば大丈夫ではないですか。そうですよね。演出がもしかしたら牙になったりとかそういう、あなんか面白いこと起きるかもしれないんで、ね、ちょっと興味ありますね、うん、バトルボーナスの時は2ラウンドとか4ラウンド目でも開くとですよね。14ラウンド16ラウンドの右の V もどき外して10ラウンド12ラウンドの本物だけ入れると強制的に牙ゾーンに入る。あそうなんだ、うん、あじゃあ牙見たい時はそれやればいいんだ。なるほどね、いいっすね、うん、まあ、10パースからね初当たりの輪郭、うん、はい、あ別に確変で入れればいいのか、うん、おワンチャン、はい、3人で6台回しなよ。それはきっとね明日あたり、小田原扇町でねいっぱい回してくれると思いますニコラスはクォーターだよ、横の羽に入れないってことです。なるほど、確変入れた後に牙ゾーン行くとかって行くかどうかが見たいんじゃないかと。どうなるかちょっと気になるところでは、あ、ギジさん、ギジさん、はい、ギジさん、右が演武ギジさん、はい、ギジロリ、黄色ですね、はい、営業中に2台打ちしたらできんですけど、それちょっとダメですね、2台打ちしたって、確率半分にはならないぞ、偶数のカーハマなら 入ってたら当たりますよ、ニコラスはバンブルビーだよ、ニコラス前回のホットを思い出せ、当たるって言えばまた有言実行あるかもしれない、やっぱ当たるんすよ、明日ご上機なので寝ます、皆さん頑張ってください。 早いっすね、ありがとうございます、おやすみなさい、寝坊しないように。俺も V アタッカーについて気になった、下の V アタッカーに入ればいいのか気になるね、これアニメ止まりだな、横の羽は V アタッカーじゃないから横に入れなくても、格言だよ、2台とも格言に入ればいいんじゃないか、確かに、なるほど、変なぬいぐるみに来た、来たハゲ係長来るのか、あやめてやめて、どうでしょうね、やめてやめて、ニコラスはニコ生だけ、引きが強い、あんちゃん昨日どこ行ったんですか。昨日滑りんぼ、あ違う、昨日どこかなんか打ち行ってたみたいですけどね、うん、誰がすか。あんちゃん、あんちゃん、あっちゃんは六角さんのハーフですか。六角政治、名古屋じゃなくて多分東京一応ローリかな、一応ローリ、うん、これ果てしないし、ローリング果てしない、はい、アニメ止まり、ニコラスはニコラスのなでしこを、シコラトス、シコラスとドシモじゃないですか、しますか、国分寺、国分寺、うん、あとさん、腹減った野菜スープが飲みたいです。野菜スープか、中井正広みたいな、オニオングラタンスープが飲みたいですね。あ、いい、いいな、普通に新滅ラッシュ始まるよ。あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、ニコラス俺の V アタッカーにも弾入れてくれよ。いや、ぶち込みますぶち込みますわ、六角星人、星人ってなんか宇宙人みたいになってるよね、六角星人、はい、ガンツじゃないんだからまあ言っててももうね40分近く経ちますから、やばい、やっぱね、はい、当てましょう早く、やっぱね、うん、そんな引けないんですよマックスなんて。まあねマックスですからね、はい、はい、あチャンス、チャンス、あ左ね、この左からチャンスって出てくると 20% ぐらいあ あるっていう話なんです。そんなにあるの。だ意外に頑張る、頑張るときは意外に頑張るんだ、はい、20% ありますから、うん、もやしチャンスは 20% ただでも本来 20% もないと、あいいよいいよいいのいいよいいよ、うん、パトロは可愛くない、トントン出るよこれ、トントン出るよ、ギジーさん、これ月にトントン出るよ多分、はい、トントンちょうだい、月トントンちょうだい、あートントン出ない、トントン出ない、あまあ一応ね、はい、びっくり派手な、うん、前より可愛いね、パトロ君の耳元で支え合えて、支え合えてみていいですか、あーずけんって嬉しがるんですニコラス流ガロの大選びは何ですか。ガイのガロの大選び、はい、やっぱり
あもう完全なオカルトですけど、うん、もうへっこんでる台を打ちますね。あ前の日とかもうダダへこみの。あなるほどね。それかもう調子いい台打ちます。あいいか悪いかどっちかみたいな。極端ですね。あやっぱ出る台は出るんで、うん、バトラー、あ、これなんだね、たまたま悪くて V アタッカー、入れれなかったとしても大丈夫ってことですか。あ、そうですね、うん、あの右側のやつ、うん、緑保留相当だって聞いたような、20パーもあるのか。あ、緑保留の方は熱いですね、うん、ただ今緑チャンスだったんで大したことないです、うん、初戦20パーなんで、うん、ダメですね。まあこんな感じですよ。はい、あっちゃんはドケチなのですか。そんなことはないですけど、ね、普通だと思います。カロで一番可愛いのは、リアンだよな。間違いない、うん、あれは超えられない、うん、あつけん最近出ないね。バトラー君の、人形作りが忙しいのかなっていうことね。手編み手編みですから、うん、あれいつもね、連絡するとね、あそのうち出るよそのうちって言ってるから。、あれ今日回転長はお休みです。すいません、お休みなんですよ。はい、うん、ケイジ君、はい、見てさすよ、見てますよ。 あ、 ありがとうございます。はい、下の名前が嬉しいですねやっぱりね、言われると、元アツロクの部下です。アツロクさんに、それに引き換えダメなやつはいつまで経ってもダメだなと毎日のようにパワハラされてました。誰だ誰だそれ。立派なパワハラです、ね、俺部下あんまいないけど大丈夫か。私この間、バト汁顔にかけられました。バトラ汁、そんな知らん、結構ガロプロいやな、これ今から見た人はまさか一人で打ってるとは思わないだろうな。そうだね。今これ両側打つ、両方打ってますよ。あ、そうなんだ。はい、単発が多い台はどうですか。あ、でも嫌いじゃない嫌いじゃない、うん、次入るんじゃないかみたいな。私は豚です。リアンはガチのモデルさんだからな。リアンだってもうツイッターフォローしてますもん。あ、そうなんだ。フォローしてますもん。いるんだ。いますよ。なんて人なのあれ。なんか沖縄の人です。あ、沖縄の人なんだ。わかんないです、わかんないです。調子いいだろ。高橋くん見てますよ。喉と、お腹が痛くて痛くて震えるんですが、これって西野カナですかね。あ、痛いやつね、それ。墨絵の黄色止まりは、どんなに激アツ絡んでも諦める。わかる、うん。なんで緑すらいかねえんだみたいなね。うん、アツロクさん、ナオミとカナコ見てますか。見てますよ、広瀬のやつね。なんすか、その修二とアキラみたいな。ドラマですね、なんか新しい始まったやつですか。そう、なんか DV 夫の、の話みたいな。DV 好きなんすか。そうそう。ケイちゃん見てるよ。デブ&は後で来ます。ケイちゃん、デブ言わないで。今週はなかなか当たりが見れないですね。あ、まあ、今週当たってないですか。うん、そう、今週ね、どこの方もね、調子悪いんですよ。昨日何やったんですか。昨日は海ですね。あ、海で当たんない、つらいな。海は単発3回ですね。海当たんない、つらいな。南里美希さん。あ、それそれそれ。20パーだけど普通に絡むぞ。ケイジ君、仕事の時もそのテンションで行くんですか。あ、英語ガロ、うん、自分の仕事の時はこんなテンションじゃないですよ、うん、あー、リーチかかっちゃったか。お、ギジった。よし、英語ガロから議事入りました。ニコラス・ペターさん、他に意外に熱い演出を教えてください。他に、うん、これもやもやこれ、まあまあまあ議事さん行きますよ、うん、俺この間守りし物って出たんですけど、プレミアですか。今回の守りし物はプレミアっぽいですね。あ、本当ですか。おうおう、前は 80% ぐらいだったんですけど、わかんないです、うん、あんま詳しくないんでこれ、うん、おいあつろ、高校の時貸した学食代返すよ。さあ、でもそれガチで借りてるかもしれないから怖いな。待望やだよ。待望。待望。しかも3点。ああ、ちょっときついかな。3点かいみたいなね。うん、まあ前回の北斗に比べて初当たり重い印象あるからな。あつろさんもDVしてますよね。いつもしないですよ。ムーさん面白かったな昨日。ああ、ムーさん。ね、前戸塚にいたね、ムーさん。ロリ。ムーさん。川村主任。ああ。昨日放送出てたんですよ。あ、マジっすか。そう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 。で、DT って何ですか。DT って知らないんですかみたいな話して、じゃあ仮に DT 知らないとして、DT、川村主任 DT ですかって聞いたら、はい DT ですって全力で言ってそれが大爆笑したっていうね。加藤店長、好きなタイプです。来週出ますかね。あ、来週出るみたいです。はい、チャンスバカにしてるやつは へそためてへそちちしまい、あんま詳しくないとか詳しいレベルだぞ。あーちゃん、ウェスカーって女子なの。昨日関西キコちゃんで見てたけど、ジローラモみたいだったんで、あの方は偉い、お偉い方ですよ。ジローラモ確かに似てる。ザルバの、筐体に、金色マックスのセルバンって対応してるんですか。
ザルバの筐体に金色マックス。あ、そっち側、うん、そっち側どうなんだろう、ちょっとわかんない、ね、やったことないですね。あとは小田原とか戸塚行くのにいつもグリーン車で来てるんですが使ったことないですね。今日は圧力デスソースしないですよ。デスロクデスロク、厚ヒーローこの前貸してやって、カツラ返すよ。カツラ借りてないよ。なら最後まで見て、昨日は残り10分なく打ち始めた銀パラ当たったのは奇跡的だったな。そうですね。友達にパチ行きたいからお金貸してと遠回しに言われるんだけど、皆さんならどうしますか。生活費もなくなって毎月のように遠回しに言われるんですか。いや、貸さない方がいいですよ。貸さない方がいいです。本当に逆に相手のためにならないですね、はい、それ続けてたら多分。個人的にカジ店長のドハマリがツボ山田かよ。砂川主任は出ないんですか。あ、砂川主任でも別にいつでも出れますけどね、うん。待望じゃなくて犬棒だったら確定ですか。1パチのアマのウサビッチ99分の1に7000ぶっ込んで600まで当たらなかった。なんで打ったのか後悔してる。 600?、うん、ウサビッチ 600? 結構ねきついな。えぐい時あるんだよあの台。きついっすねちょっと、うん。今回、直で逆エンブレムってなくない。ケンスル吸引だけだよね。そうですね。デスロックそうだよ。あ、直ないんだ、うん。私は1ヶ月金髪してます。なのでいつもカート版見てますよ。ありがとうございます。パチ行くなら、金貸してっていうやつは縁来た方がいいもんね。戸塚の皆さん、アツロクさんこんばんは。こんばんは。今日も頑張ってください。はい。前貸した、ブラジャー返さなくていいからね。あ、これはニコラスだね。あ、俺俺ブラジャー借りてないけどな。予想してたからね。ボリューム3つ以上でずっと回せるから。あ、右チャンス、ね、右チャンス、あ、チャンス、はい。例の 20% 例の 20%、はい、これ疑似なしか、うん、疑似なしっぽい、ね、あー熱い熱いぞこれ。熱い、これ多分熱いぞ。ニコラス的には熱い。ほうほう、これ俺これ熱いぞ多分。はい。アツロクさん兄弟います。ロリってるロリってるよ。兄貴がいます。ゴシャンは、あー、あ、大輝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 。でも今回のは刺さんない可能性もあるよ。来たよみんな。行くよ。ちょっと待って、行くよ。はい、はい、刺さった刺さった刺さっ た, さった両方チャンス。楽しい楽しい。黄金騎士黄金騎士、はい、黄金騎士黄金騎士。忙しいな。左がロケ左がロケ、はい、ニコラスまた見てるか。はい、あっちあっち。どうでしょうか。ちょっと待って、大変大変大変、今大変、忙しい忙しい忙しい、今大変。当たるよ、どっちか当たるよ。うるせえうるせえ、テンションだけ。これどっちか当たるどっちか当たる。今日あんちゃん休み、あんちゃんいますよ。赤赤来た赤い、ああめっちゃ興奮してる。めっちゃ興奮してる。面白い。これ左熱い。このうるさいニコラスが、好きすぎる。ニコラスニコの間だけはきついよ。ニコラスのテンションに来た。ザジだよ左側。ザジだよ。ザジ。ニコラス ロリってるっていうな。黙れ。ニコちゃんうるせえわらわら。外れパターン。超面白い。声裏返りすぎ。両方当たったら弁当2個とも食べていいんじゃないか。教えて感じてください。あのね、これどっちも当たんないかもしれない。はい、あのさ、うん、もう12時40。まあまあね、ジョジョ園はね、取り上げですけどね。ジョジョ園は取り上げでしょ。ジョジョ園取り上げ、46分だもん。これだけ、これだけありにしてよ。これ外すと耐えていく。隣の部屋の犬が、うん、ちょっとハンプティは当たんねえな。奥島じゃないか。ニコラス壊れた。ニコラス仕事も熱いね。どっちもない気がする。青弱い。ハンプティはきつい、うん。左はね、ワンチャンあるよ。99キロは完全に霜降らず。今日変わらない。ニコラス安心した。待って、左側これ疑似だよ。安藤亮さん帰ってきた。この後は弁当を食べる姿を見る放送ですか。ニコラス外したらデスソース。あんちゃん来た。両方外れろ。さあどうでしょうか。ガロケンでギジニで発展とかあんの。当たるっしょこれ。ニコラスちょっと頭左目で、はい、あ、ごめんなさい、すいません、はい。ダダ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 ダ、行っちゃう。出せー、右は出せ、はい、いや、こっちは行くと思う。当たりそう。こっちは顔出るよ。安藤こっち当ててしまえ。ザジはチャンスアップないですからね。うん、ないないない。行くよ行くよ。さあどうですか。行くよ皆さん。皆さん行きますよ。6、5、4、3、2、1。来るか来るか。ニコラスどうよ。おー、こっちは来ました。おめでとうございます。間に合った。大名犬ゲット。大名犬弁当ゲット。おめでとうございます。いやー、大名犬だけゲットですね。はい、いや、 やっぱね、疑似にね、ガロスペシャル確定レベルだぞ。あー、こっちは当てたかーってね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、じゃあ、対面券のお弁当を温めてきてあげましょうか。あ、そうですね、温めてきてあげてください。はい、ありがとうございます。パス2個、スタイリッシュ。対面券のお弁当を温めてきます。はい、ありがとうございます。あんちゃん、寮以外兄弟いるんですか。いません。はい、はい、じゃあ1画目にします。タイムストックね、あったからね、最初から溜まってたんですよ、これ。はい、あんま
ホラグマ来い、ホラグマ来い。はい、ホラグマ来い。こっちはパチペラス登録してるんだね。え、じゃこれは、はい、すごい。ちょっとやばい、めっちゃ楽しかったわ、うん、やっぱガロ楽しいわ、うん。おめえ、連チャンは何回目標ですか。37連です。うん、あちゃん今のうちにおそこデストかけといてもいいのよ。あ、違うわ、グテウリュウだ。うん、30分程度で当たるぞ、さすにこ。トツカノガロいいな、さすが山田出てこい、盆踊りな。さあどうでしょうか、 ST に行ってほしいですね。割と自分こいつ相性いいんですよ。あ、そう、こいつめっちゃ勝ちやすいイメージ。うん、星4つ、グテウリュウ、うん、まあ中間のやつですね。はい、先生取っちゃう、先生、うん、ガシャンと来ちゃうよ。 V? おいおいおい、はい、まあ、こんなもん、こんなもん。矢とは違うことを証明してみせろ、山ちゃん。待ってくださいね。私はアンちゃんとアナ兄弟ですが、忘れたんだ。さあ、ビク、ビク来い、ビク。バイブは？バイブは？うん。バイブちょうだい。大工のゲンさん出てたな。ああ、戸塚ね、大工のゲンさん最近入ったんですね。あ、はい、入りました。ああ、ダメか。ダメ。ああ、ダメだ。まあまあまあね、しょうがないしょうがない、うん、大工のゲンさん出んのめっちゃ早いですから。あー、27回出てるね、はい、超早いですからあれ出んの。うん、もう箱いっぱいになっちゃったみたいな。うん、さあ ST は行くかな、どうかな、ちょっと下のアタッカーのやつは自分だけ見てます。はい、ニヤニヤしてます。うん、今時大工のゲンを入れるとか、あ、入れるあたりセンスいいよな。ゲ、5台5台っす、5台っす。ね、ちょっと見てくる。CR 大工のゲンさん、伊達天桜、前のやつですね。うん、大当たり確率390分の1の確変突入率 80%、 出玉スピードがめっちゃ速いやつだよね。それめっちゃ速いです本当に。1個前です。1個前、超速いです。京都の1個前です。うん、あ、大工やってくれよと。ゲンさん見たい人いるんですかね。おすんでいってやつですね。うん、北斗の文句はニコラスに言ったらいいですか。はい、そうです。もうぜひぜひ。うん、誰が霞健四郎だってね。大工やって、スターウォーズみたいな。そういえば、通常の時も V アタッカーが一瞬開くけど、手入れとかで無理やり入れたらどうなるのかな。通常開くんすか。パカッパカッパカッみたいな。そういうことか。うん、意味ないです。あれ中に蓋されてんすよね。はい、うん、はい、出玉早い。食べてきました。はい、あ、じゃあニコラス食べていいですよ。あ、そうだ。あ、いいんすか。いいよ、いいんすか。でもちょっとへそあるんで。あ、じゃあこれ消化してからね。確変中。あ、待ってください、へそナイス、へそナイス、ごめんなさい、へそナイス。はい、格変、いや、伊達懐かしいな。オッケーっす。あんちゃん、ミスターダンディは吉原のやつ。ミスターダンディ、でもダンディ、ミスターダンディって、うん、いい BGM だ。横浜にも ありませんでしたっけ、うん、いい BGM だ。あ、そうなの。うん、だから吉原のやつもありますけどね。うん、ガロ打ってる時に、サスニコって、心で思ったら当たったことがある。したらね、早速ですけど、はい、じゃあもう そこ座って食べていいですよ。3代目、はい、3代目って J ソウルブラザーズ先入賞になるから無理。大工の文句はあんちゃんに。ミスターダンディは横浜だよ。アトロさん今日もイケメンで大好きだよ。ふ、ありがとうございます。ニコラス美味しそう。これ気戻したらもう一回食わせてあげるよと、ね、はい、じゃあデレデレ準備できたらね。いやー、はい、うまそう、うん、うまそう。ハンバーグ弁当ですか。超美味しそう。あ、ちょっと広げてね、見たいですね。ちょっと一回絵をね、こっち、ね、はい、ということで、対面県のハンバーグ弁当でございます。30秒でうまいよこれ、はい、30秒30秒で、うん、30秒で支度しなって。いや、食べていただきます。ジブリみたいになってますけど、はい、絶対うまいじゃないですか。はい、まあ、ちょっと食べたらね、もう台打ってね。はい、はい、ちょっと一口だけいただきます。はい、はい、じゃあね、皆さんちょっと待っててくださいね。はい、飯テロやめて、花ほんと SE 入らないね。あっちゃんじゃなくて、ニコラス当てるのを見ると世の中不平等だと思う、ジェラシー。和骨、来た瞬間に飯テロかよ。いただきます。そうです。はい、どうぞ。いや、全然、ハンバーグどうですか。頭しか映ってない。ニコラス頭しか映ってないよ。顔こっち向けて。はいはい、どうどう。あのね、お弁当を黄金の三角形で持たなきゃいけないね、これ。あ、そんな持ち方があるんだ。持ち方があるんだ。最高、最高にうまい、最高、最高にうまいということでね、はい、やば、何これ。あ、美味しい。やっぱり有名なね、お店ですから、それはね、美味しいでしょ。早く打ちましょう。はい、超美味しい。本当、よかったよかった。買ってきた甲斐がありますよ、そうやって言っていただけるとね。はい、じゃあ、時短なのか ST なのか、そこがね、またミソですよね。はい、やっていきましょう。え、はい、いい曲、はい、時短なのか ST なのか分かんないの今。まあね、潜伏あるんでね、自分だけ今知ってます。はい、
まあ、どっちでも当てるんですけどね、うんうん、味わって食べて、和骨に来た瞬間飯してろ、あんちゃんおすすめの、あっち系の店の教えてください。早速、うん、来た瞬間そっち系、あっち系、うん、何でも知ってますからね。 どこでしょうね。 Google より知ってますから、うん、どこでしょうね。でもね、あんちゃんこのこと言ってないんですよね、うん、右の花高 V 入賞してないよ。あ、そうなんだ、下のみなんだね。じゃあそうですね、箱根駅弁、駅弁、駅伝、戸塚、ダメ気候な、戸塚出てたな、出てましたね、今年は出てました。ダンディはレベル高い、安藤パイセン情報ありがとうございます。無言わら、ニコちゃん食レポよろしくお願いします。美味しかったです。はい、超ドケチの厚さんが差し入れ買ってくるなんてこれは人類滅ぶな。あんちゃんおこですか、弁当が見えない、何回転だったんですか。座って60回転ぐらいですかね。はい、ニコス美味しい、あのね、ボタンでけ、ミスターダンディはスベリンボーの3階上にあります。同じビル、同じ系列みたいです。ニコラスはなんでそんなに当てられるんですか。やっぱなんででしょうね、うん、プライベート曲げてるからです。対面県弁当の宣伝しよう。あんちゃん弁当食べれなくておこなんですか。そんなことないですよ。来週は何食べるんですか。来週は誰が買ってくるの。いや、まだ決まってないですよ。おみやかけて、うん、頑張ってやってください。何 なのその感想。子供の、誰ごとタレ、みたいなもんよ。職場のみんなに聞いてもらうか。安藤様、先週はディープ1時間プラス潜水コースご指名いただきありがとうございます。潜水コースはないです。野菜スープうまかった。見てなかった。どうやって当たったの。ザジですね。 99.9 秒のやつが当たりましたね。はい、潜水コースはございません。ガロ県から、うん、ギジニでガロスペシャル発展して、うん、ザジリーチで当たり、はい、ライトニングなかったっす、うん。こんばんは、今日ルパンやって金サードオリュー金の扉で当たったんだけど単発で終わった。皆さんはお金貸してと言われたらどうしますか。お金貸して、いや、理由を聞きますけどね、まあ、そうですね、理由と 額にもありますけどね。あんちゃん、池袋のおすすめの店は何ですか。池袋は、ではそういうとこ行ったことはございません、うん。あんちゃんの経験上のおすすめの店はどこですか。経験上のおすすめですか、うん、左行け、青い石です。あ、青い石、はい、うん、ブルーストーン正解。戸塚は、本当にガロ好きだな、大好きですよ本当ね、はい、もうガロ打ち来てください本当にね、ぜひぜひ。時短かな、どっちだろう。7から言ってガロの細が一番面白い。アンドパイセン、ラッシュとクリスタルとエデンはどちらがおすすめですか。ビク来た、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 熱いの、熱いの、熱いの、どうなの、ビク来た、どうなの、お助け来ちゃった、お助け来た、当たり、お助け来ちゃったよみんな、どうなの、超嬉しいんだけど、プレミアやん、当たりやん、超嬉しい、はい、はい、はい、おめでとうございます。あのね、違う、これ違うんだよ。何違う、みんな聞いて、何じゃあみんな聞いてくれ、何これね、時短、うん、あ、時短だったんだ。すげえわ、じゃあこれ引き戻したんだ、時短だよこれ。54回転のか、うん、プレミア、よし、ロシアへのか、いや、マジか、はい、1K30 もありますか。潜水コースって何ですか、詳しく教えてください。潜水コースはございません。ね、回転長は調子悪いのかな、心配ですよ。いや、そんなことないです、いや、うん、普通にただの、はい、お休みです。はい、安心してください。さっきどことどこがおすすめですかって聞きました今。ラッシュとクリスタルとエデン、ラッシュとクリスタルとエデン、うん、ラッシュとクリスタルとエデン、うん、魔界流ゲット、どこだこれ。あー、いい曲、わかんない俺。ゴールドラッシュとクリスタルとエデン、うん、これってハズレの店じゃないですか。そうなんだ。違う、あの、違う、あけぼの町のハズレの方にある店ばっかし。キコラのガロの最高連チャンは何連チャンですか。何連チャンだろうね。この間あれですよ、41連で、すげえ、閉店迎えてへそ落ち見ましたよ。すごいね。遅か、昔会社の先輩が金貸してというのを断ったら、数日後にガソリンスタンドに強盗に入って捕まってたの。マジか。議事中のタイムストックは激寒なんだろうけどな。あ、そうなんだ。また終了間際に ST 入れてロシアにやる。そうですね。素朴な、あ、いや、もうここから2時まで当てますよ、うん、ロシアにやるにはちょっと早いな。はい、弁当をもらうための嘘だな。時短引き戻しか、すげえな。いや、あの V アタッカー見てたんですけど、14と16入賞せずにやってみてくださいって。あ、やってみます。はい、いいっすよ。いやいやいや、今空いてます、今空いてます、今空いてんの、今空いてて、うん、今入ってるんで、もう入ってる、確率は変わってます。あ、ほんと、はい、じゃあもう大丈夫ってことね。間違いないです。じゃあパンクさせてるってことね。間違いないです、はい、10で開きましたね今。はい、戸塚家に行ったらジュースおごってもらえますか。それはちょっと厳しいけど ね、みんなに平等じゃなきゃいけないんでね、はい、お店は。あんちゃん、日本で一番好きな食べ物は何ですか。誰ですか。日本、あんちゃん、あんちゃん、あ、ここでも開いて、日本で、うん、なんだろう、やっぱ肉がいいですけどね、うん、
さくらんぼかな。あ、さくらんぼ。では右の花道にしてください。41連で閉店でへそ落ちとか笑う。あんちゃんニコラスにジョジョ園弁当食べさせてあげない。プレミアだったんでしょ。いや、時間に与えなかった。時間引き戻しですよ、うん、じゃあここ無視しますね、うん、はい。じゃあ今打たないですよ、これ開いてますけど、はい、ここ今打ってないんでね。ちょっと開いて、前のね、前作までとかだったらね、開いてますけど今打ってないですね。確変は取れなかったんですけど、はい、今回はね、もう時間でしょうがないですよ、うん、フェイクになったんでね、はい、音楽を楽しみましょう、うん。あと12でも開くよね、下の。あ、そうですね、10と12で今、うん、一応保険のため2回開くっていう、はい。右の羽無視する理由が分かんない、普通に打ってくれよ。またガロ放送してんの、もう飽きたから寝るよ。いやいや、ガロいいじゃないですか。いやいや、こっからですよ、はい、じゃあ下アタッカーは入れます、はい。あ、もう一回出るんだこの演出、うん、これは貴重な演出ですよ。あ、そうですね、ホールじゃできないですから、うん。なんでこんな時間に営業してるんですか。営業はしてないですね、閉店後のお店で売ってます、はい。お弁当ってジョジョ園ですか。そうです。とつか行ったらニコラスさんにビク、はい、んじゃあ、んこれ時短に落ちるんですか。利益の差し入れしていいですか。これ時短に落ちないです、うん。内部的には確変なんで、おそらく騎馬ゾーン直りが来るか、うん、このまま確変として消化されるかのどちらかだと思うんですけど、うん、はい。アクセスとさんなら、ジャグラウって言ったら根本たちがドリンクいただきました、ありがとうね。あー、どこかの店じゃないですか、ですかね。あの営業中の生放送とかやったら別に、あの僕スインを上がりおごりますよ、ジュースぐらい。画面は奇抜音になるのかな、そこをね知りたい。一応新滅ラッシュ突入ってなりました、はい、はい。あれだ、剣ゾーンから始まるわ。あ、普通に、うん。あ、じゃあ普通に、じゃあ入れなくてもいいんだ。入れても入れなくても、変わらないという感じですね。検証結果、はい、検証結果は。ただあれですね、おそらく着メロ、あ、これあった、着メロがあれですね、うん、なるかならないかみたいなのは楽しめないかもしれないですね。あ、そうだね、なるほど、普通に行くんだな。あっち、あっち、うん、あっち、これ熱い、あっち、はい、あっち。来週何打つ。皆さん行きますよ、うん、ゲロ熱、ゲロ熱。あー、熱でー、やっちゃった。あ、ビッグドリーム打ってくれっていうねコメントが来てますよ、うん。早いですからね、あれも、うん。あー、あっち、熱い。あ、これは当たった、当たった、当たった、当たり、新滅出てた、うん、ほら、おっしゃ、当たったよ。いや、見せるな、ニコラスは本当に。あー、これ気持ちいいんだよな。新メタ確定、はい、ありがとうございます。赤カウントダウン、そんな少ない。早いよ、おー、なるほど、12回転、12回転。これ新しいオカルトであるな、これ羽入れない、うん、はい、羽入れない説あるな。いやー、はい、おめでとうございます。楽しい、楽しい、はい。これあるな、オカルトあるな、これ羽入れない。さすがニコラス、さすニコ、うん。当たってる時のニコラスがかっこいいぜ。あ、次はアンちゃんのブブブブが聞きたい。締めた格で、どう、方法、なるほど。アンちゃん寿司源って調べたら1号線と湘南バイパスの合流の近くなんだね。小田原からだと戸塚に行く前に寄ってみたいわと。あ、ぜひ今度ね、寄ってからね、はい、とかね、戸塚で打ってからとか ね、はい。根本ドリンクをこれ、普通に行くんだな。ステゴいいな。来週の、おやつかけて駆け抜けやろうぜ。羽入れなかったら260発ぐらい損なだけだから、良い子は真似しちゃダメだぞ。これホールじゃ絶対やんないですけどね。絶対やんない、やめてくださいね。あんちゃんいるんですか。あんちゃん今また仕事に戻っちゃいましたね。そうですね、はい。皆さん女性に求めるのは何ですか。やっぱガロー好きかどうかですね。そこ求める。一緒にガロ打ちたいってこと。やっぱね、ガロ剣をやっぱ押し込まなきゃいけないんで。あ、なるほど、はい、なるほど。そういうとこがやっぱ大事になってきますね。また、羽虫して打ってみて。もういいんじゃないか。そうですね、もう普通にやっぱ時間もかかっちゃうよね、うん、そうだね、普通に打てよ。そうですね、はい。ということでね、今3連目かな、これで、はい、はい、順調に、うん。時間の方は1時間を経過しましたね。あと1時間頑張ってください。 いや、いい配信、いい配信、はい。ドヤガロやると俺連チャン終わるイメージがあるからね。あ、でもいつもやらない。いや、でも自分もあんまやりたくないんですけど、バイブが味わいたいんで。ああ、もう中毒なんで。なるほどね。あれを味わうためだけにやってます。あ、ガロとゲロだとどっちの方が出ますか。まあ、どっちでしょうね、日によりますね。おもろい。ニコラスは魔界剣だろ。あ、大きさがね、あ、うん、ちっちゃい。そう、ニコラス次当たったら、対名剣押し込んでみて。うまいけど、対名剣を押し込めっつって、うん。押し込んじゃダメだから。あたが求めるものはその髪型を愛せるかどうかかな。そうですね。ドヤガロで殴り合いの結果見たことある。なんかあんちゃん、不機嫌みたいだったけど大丈夫ですか。
あ、そうっすか。そんな不機嫌じゃないっすよ。当てたからってこと。いや違う違う違う、多分仕事がいっぱい残ってるからだと普通に思いますよ。ごめんなさい、ほんとなんかすいません、うん、ちょっと風呂ってくるから抜けないでね、スティ。あ、いやもうこのまま2時まで、うん、2時まで、あのお昼の2時までですけど。そうだね、行きますよ。いや、やりすぎだろそれ。お昼の2時まで行きますよ。ニコラスは幻影剣かな。幻影剣のサビとなるでしょ当たんないやつ、当たんないやつ、うん、ニコラスの結婚式ではガロ剣挿入、投入、入刀。あ、いいっすね、いいっすね、それ、うん、やりましょう。お金のことで聞いたものです。子供がいるので貸してしまうんですが、鬼にならなきゃダメですかね。いや、まあ難しいとこですけどね。ちょっとそこばっかしは。まあでも貸して、ね、その人にプラスになることは多分そんなないんじゃない。でも状況とかもあるからな。そうですよね。たまたま仕事を探してる、仕事と仕事の合間でとかさ、はい、そういうんだったのか。だからその状況次第だよな。ガロケンが折れてる 画像ネットに上がってたけど、どうやったら折れるんですか。上がってた、ね、あれすごいよね。あ、これ折れる構造じゃないですからね。隣のおっちゃんがザルバの指輪つけてた、あれ多分5万ぐらいすると思うんだけど、景品置いてあったら欲しい。あれなんか友達も持ってましたね。あ、そう、はい、あれクオリティめっちゃ高いですよ。え、高いの。めっちゃ、あ、でも値段は高いです。うん、ニコちゃんは魔界銃でしょあ、銃の鉄砲の方ね。そっちの方。厚木さん、怒ってみ、怒ってみて、見てみたい。あ、俺が怒るのを見てみたい。厚木さんって怒るんすか。怒りますよ。怒るんすか。怒りますよ、そりゃ。温厚なイメージがあるんで。いやいやいや、ほんとね、あの部下には怒りますよ。あ、そうなんすか、うん、厳しいですよ。厳しい厳しい厳しい。皆さん何されたら本気で怒りますか。なんでしょうね。でも何されたらって今ここでパッて思いつかないですね、意外に。ニコラスはキセルだろ。鬼にならないとダメでしょ、子供のためにもならない。キコーナはスロの稼働はどうですか。スロの稼働、うん、抜群ですね、はい、明日明後日なんて多分、うん、結構盛り上がってると思いますけどね。あくまで100万借りてる俺はまだマジだな。ニコラスって彼女いるんですか。彼女ですか、はい、75人います。はい、横に思いっきり殴ったら折れたって聞いたよ。あ、こういうことか。やんないでください ね、 なるほどね。皆さんやめてくださいね。子供がいるならなおさら親はしっかりしてほしいよね、うん。まあ、そうですね。使い道による、家族に金借りろって言えばいいんじゃないの。他人だろ。まあね、あ、まあ確かに金借りるときは家族から借りろって言いますからね、うん。圧力は有本に切れてたじゃないか。アーリーアーリーアーリーっていうかゆとり方だね。いや全然ゆとり方だって。ハンドルネームっていうかニコ生出るときの名前ですねお金を貸したら、あげたものと思って親に言われた。まあ、あ、そうそうそう、帰ってこないと思って貸しなさいっていうのは ね、うん、確かに。子供いくつなのかな。使い道はパチと生活費。パチと生活費はまずいんじゃない。あ、ザンバ、いいよ。ザンバザンバ、超気持ち、超気持ち。来ましたよ。いくいくいく、当たる。いきますよ、皆さんいきますよ。ザンバ県からの、ザンバ県で、はい。ちょっと3人目だ。これでニコラス3人目だ。ザンバ外すの。ちょっと待って、ちょっと1回待って、1回やだ。1回弁当く、1回弁当く。ダメダメダメ、これダメだ、これダメだ。一番最初僕外して、その後山ちゃんが外して、3人目ニコラス、ザンバ外し。ちょっとこれダメダメダメ、ちょっとこれダメ、ダセダセ、これダメダメダメ。ザンバ3兄弟ダセ。超いい音、あの音返してよ。70%、外す、ダサすぎる。終わるパターン、このパターンね、ちょっとね、流れ悪い、ね、これ嫌な感じですよね。これ流れ悪いパターン。ちょっと一回弁当食います。あーちゃん初見にも、怒るけどな、タバコの火を、押し付けてくるメンバーがいるんですけど。はい、どうぞ。ザバって結構外すやろ。でも 70% ぐらいありますからね。あ、おいしい。ガロの台に頭ぶつけて、打撲しました。よくぶつける。普通にやってガロ剣が折れた場合って修理代は客に請求するんですか。普通にやってたら折れない、まあ、普通にやってたら大丈夫ですね。ラムクリだわ、ダッセ、いらっしゃいニコラス、ザンバ3兄弟、ニコダッセ、これニコラスじゃなくて山じゃねえか、あるある、あっちゃん、ザンバって外れるんですか。外れますよ。気にすんな、鼻のザンバは弱い。いいもの見れた、3代目ダッセブラザーズ、ニコププププ、私も仲良くなったおばさんにお金貸してって言われたからもう縁切りました。それがいいと思うよ。台壊す客たまにいますか。いや、まあでもそこまでいないですね、うん、たまに、たまにね、ザンバトリオ、友達なら金勝つよりも子供のためにしっかりしなさいってお尻叩いてあげて。そうだね、実験するからだよ、ガロ怒ってるんだよと。あー、なるほどね。そうだそうだ、うん。あんちゃん聞いて、ください。今週コンスタントに毎日100万以上持ち株が下がってます。さすがに、答えてる、今年も700万。いやきついね、なんか
株とかがね、なんか一気にこうなんか下がってる感じだからね、待ちきれないもん、ちょっと見切りとかうまいところでつけた方がいいかもしれないですよね。あそこに曲変えよ、まあいいと思う、曲変えよ、ニコラスが皆さん行きますよっていう時の外れる確率は何パーセントですか？2%。まあそれぐらいしかないですよ。子供はまだ小さいですけど、下の子が可愛い。プレミアの後の、激アツ外し、ニコラスかっこいいよ。貸し借りやるのは1000円程度までだな。頑張ってニコラス。ありがとうございます。今一回曲変えたんでね、ここから気持ち切り替えてね、うん、はい、やっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。次のパチスするの大型案件は何ですか？パチンコは多分新北斗無双。北斗無双ですね。映像綺麗だったよあれ、うん、スロットだとまあ。あれでんじゃないですか、偽物語になるのかな、偽物、うん、一応判件的には、はい、うん、あこれテンパイ確定じゃない、あテバタテバル、わかんないです、わかんないです、テンパイ確定ではないんじゃない、うん、あ残念、日暮らしのパチも神台だったな、うん、あちゃんはお家は買ってますか、賃貸ですか、うーん、間微妙なとこですね、うん、ニコラス、ザンバよろしく、ガンダムは大型じゃないかな、あまあまあ大型だけども、うん、稼げるのは200万までかな、どんだけ金持ってんのマジで、マジですごいね、貸して貸して、エリマネも曲選んだり歌詞を出したりしてガロの、機嫌を損ねちゃいけないって言ってたもんね、言ってた言ってた、あ分かる、あのもう絶対買えないって、うん、もうあのあ緑だ、緑穂円山、これあれだよ、例のやつですよ、うん、あ、5点5点5点、おお5点5点5点奇数転売だ、はい、すげー、名剣のサビにしてやるわ、はい、いい曲、ガオ、間って何、貸してる側、昔母親の知り合いがイライラして台叩き割って見てて気になったって聞きました、まあね、壊すのは良くないよ、うん、これ追いつかないパターンじゃん、本当だ、追いつかないパターンだよ、追いつかなくても当たりますからね、はい、うん、演算これね、ガオーじゃないのが悔しい、うん、はい、おめでとうございます、そこはガオーだろうみたいなね、はい、これで4年目、ごめん、羽の煽り、2回煽りだからプレミア、あ、右2回だったね、そういえば、うん、そういうこと、あ、右に、右、2回右だからって言おうとした、なるほどなるほど、あ、天才、あ、右2回は、あ、そうなんだ、そういう情報が欲しい、やっぱそういうのでニヤニヤしたい、うん、やっぱガラ面白いな、やっぱね、ガラ面白いっすよ、やっぱ面白いよ、なんやかんや言うて、あやっぱね、よくできてるよ、後ろで見てても面白いしね、やっぱ音とかさ、あ、わかる、もう全然違うしね、もうなんていうのこの、うん、もうね、褒めたい、全員褒めたい、うん、なんかもう3世にちょっと入社しますだ剣をさ、押し込めってなるときもさ、もうブルッってたらさ、もうたまんないじゃん、先に、おー、ブルってるみたいな、もう最高、うん、もうブルーのもさ、あのハンドルでわかるじゃん、もうあー、ブルってる、もうブルってる先に、みたいな、それそれそれ、あー、あっちゃん、お家は、戸建てですか、マンションですか、僕マンションに住んでますね、戸建て、一戸建て、あー、びっくりした、僕マンション、戸建てに住んでるの、うん、通常は今時期、格円は魔界って感じだな、あ、うん、それそれ、ほんとそれ、うん、ニコラスが打つガラが面白い、あ、ありがとうございます、それが一番嬉しい、パチで勝って調子に乗って親に 80K あげたらその後 100K 負けちゃったいつもこのパターン、いやでもほらそれ親孝行ですから、確かに、うん、いいこと、プラスプラスだよ、うん、打ちたいわ、コンドムって、パチ出るんだっけ、コンドムじゃないよ、ガンダムだよ、ガンダムね、ガンダムのパチンコ出ますね、3強、あ、3強からか、また出るんすか、うん、出ます、多分320分の1の V 角 ST みたいな感じので多分出ると思いますね、前もマックスの V 角でしたもんね、酒癖悪い職場の人間がパチ屋で店員殴って逮捕されたことがある、周囲の努力で、示談成立してクビにはならずに済んだけどね、暴力は良くないですから、でもお酒飲むと変わる人多いからね、うん、やめましょう暴力は、2回右普通に外れたぞ、ほったって、また魔界の穴か好きだからいいけどさ、ありがとうございます、前にも言ったけどニコラスがガラ打ってると打ちたくなる、こんばんは、今何年ですか、今ですか、ボーナス4回目です、うん、はい、3世にズブズブとつか点ということでね、はい、まあ、ガロ大量に設置しておりますんでね、はい、何であるんですか、なんと、はい、64です、はい、魔界の花64台、はい、ございますので、今ちょっとねお引越しとか入っちゃってますけどね、はい、はい、あでも今64じゃないのかな、60
今ちょっと一パチにお引っ越ししちゃったんでね、はい、ただもう圧巻ですよこの、はい、ガロー券がもう本当に大量設置してありますので本当にガロー打ちたい方は遊びに来てくださいね、はい、23日もね取材ガロー来ますんでね、はい、ガローだけの取材が来ますね、うん、ゼロのあんまやらんのってことです導入されたらやるかもしれない25日入りますんでね、はい、ぜひ打ちたい人は、うん打っていただければと思います、はいニコラスは安全選手コンドムについてどう思いますかまあ自分は好きですけどね、うんはいそういえば正月の帰省時に茨城の木コーナー行ったよありがとうございます今年は勝ったよあじゃあ中店か水戸駅南店どっちか行ったんですね外店長が昔いたとかいないとかそうですねガロが、ガロが目の顔って、結構早くガシャンって閉まるけど手挟まれたら痛いかなニコラス挟まれてみてくださいあ、ここにそうそうそうここにいや危ない危ない指なくなっちゃうよ、うんガロに10万突っ込んで当たらなかったおっさんが店員呼び出して外で切れてたの見たなこれって出禁になるのどうしようもないないやでも出禁とかにはなんないかもしれないけど暴力とか振るったら分かんないねドヤガロある程度連チャンしないと、負けた時恥ずかしいから出さないあいやちょっとザンバ外したから何が来ても当たる気しないわ、うんね、家購入したいけどローンって条件厳しいんですかねなんで刺さったの、うん、なんで刺さったのあ多分普通にあの金属年数とか年収とかで多分ローンの組める金額とか決まってくると思いますあつ2回連続いや何もなかったです、はい、刺されば熱いかも刺されあいいんじゃないあんのこれこれあんのあるいや、わかんないです、微妙あー、ね、ない天敗確定ぐらいか今度リング打ってほしいパチンコのリングかなあパチンコラムクリ下台ですねうん、バジリスクは、今年で撤去されるんですかねどうでしょうかあ絆うん、この辺まだ 大人気ですからねわかんないですねあっちゃんがお酒飲むとスキンヘッドになるからなあこれ取っちゃうからね、鼻の通常は暇すぎるよね、株のものですがお店に魔界貯金、今年も30万は硬いもちろん預けてますが、まあ、そのうち引き出しに行ってくださいよ、ニコラスのお引越しはいつですか自分のお引越し、まあ、近々だと思います、会社通さないで圧力に7万を渡せば毎週放送の MC してくれますかもう一回おー7万か場所によりますねガロイズヒア流して次あ味噌コンピーマン、うん、流しましょうか、うん俺も前酔っ払った圧力にハイキックされて溝に政権好きされたわしてないよ味噌コン、はい、コンピーマン、ガンダムの前作は失敗だったよね、うん素直に初代と同じ VST がバトル好きにしておけばよかったよねあ、うん、3回ものみたいな感じでしたよね、うんどんな取材が来るんですか土曜日どんな取材まあ、一応エースプロさんによる取材あ、はい、レインボー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 出たー見た今みんなしかも音なかったよ、うん、なんか鳴ったピヨンみたいな鳴ったよ今なんか変な音は鳴ったけど、うん、楽しいチャンスアップね、はい、ありがとうございますこれだわはいこれだわ住宅ローン他にローンあたり消費金融で借りたことがあったらちょっと厳しい本人には緩いなるほどガロは何より歌が全部かっこいいわかるわかるいい曲ばっかだよね来週のアウトデラックスに、ガルパンオタクの、蝶野正弘が出るんだってガルパンはいいぞ、やっぱし当てた瞬間スイッチオンでしょう、うんニコラスは、ガロは安定した後って羨ましい、びっくりっすよ自分も当たらなかったらストレス発散のためにニコラスに怒っていい殴らないからあいやマジ殴っていいっすよもういやダメだよ殴っちゃダメだけど文句は言っていいですよ全然ね、はい聞こえの中店にニコ生見るよ、見てるよって言ったらどうなるかなおあいいワンチャンあるんじゃないですか、はい、ワンチャンうちもやろうかなって言ってくれるかもしれませんね、 そうですね竹藤って、店名で竹藤ダンスすると金利ゼロになるんですかなりませんよニコラス撤去はいつですかねとね自分の撤去、今年だけで、もうガロの台の上に頭10回はぶつけたわぶつけすぎだねそれいいな俺ちっちゃいから全然ぶつかんねえよ、リングの、乗る再びを、次回お願いしたいとあとなんだっけビッグドリームもねやってほしいという意見来てますね結構やっぱ皆さん好きなんですねうん、あと絆が人気の理由をライター目線で教えてください、判別要素と出玉ですねわー、ガーロンも、いいですね、うるさいよ見たいから、閉店直前にバチ絆で振動術引いてストック残してトラウマになってるきついなそこで引くかみたいな、うん
金、住宅ローンは信用金は、審査が厳しい、確か首都銀行の元朝日銀行は甘いと聞きますよ、ニコラボの、ガロの、魔界の花実機配信とか見てますか。あ、自分ですか、うん、全部見てます。おお、すげえ。あの鋼ぐらいから全部見てます、うん。え、キュイン、ニコラスキュインってなってたよ、みたいな、すげえ、キュインなってた、うそ、来た、音なってたよ、俺がうせいんだ、聞こえたよ、うん、使いすぎ、大の音をメインにしてくれれば助かる。そうだね、俺がうるさかったんだ、ニコラスのガロ配信本当好き、竹内金借りようにも、消滅してるからな、ガロの平気連チャンを教えてください。ガロ4連くらいじゃない、4連うん、多分 4.7 連とか、はい、味噌コンピーマンって何ですか。味噌コンピーマンは歌の最初に聞こえる、うん、なんかなんて言うんだろう、空耳。そうだね、空耳で聞こえるんで、うん、後で教えます、はい。ドル箱持ってきた時にお辞儀してくれる人って店員からしてどうなの。あ、受け取る側としてですか、うん、やっぱいいですよね。あ、受け、あの、してくれた方が、はい、気持ちいいですね、お互い。あっちゃんに殴りかかるとよ、ん、避けられてすぐ殴り返してくるよしてないよ、来週ならゼロ、ゼロだろう。あ、ゼロはもしかしたらやるかもしれないですね。パチスロ想定の件2もやってください。チェリーが中断に昇格する瞬間がたまんねえんだ、たまんねえんだ、あのセリフ。前にニコラスがここでガロ全回転したのを見てからうちに行ったら逆エンブレムで全回転になりました。おめでとうございます。圧力ライターとは違いますからね。いやいやいや、圧力ライター持ってるからあたたたくのね、うん、ニコラスね。あっちゃんはローンありますか。僕ないですね。バチとハーゲスはどっちの方が出ますか。ハーです。あっちー、あ、ザバ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 、本日2回目のザボゲは余裕どうでしょうか。皆さん行きますよ。はい、はい、おめでとうございます。調子いいな、6連目。いや、余裕だよ今のは。はい、最強だったもん、先読みが。はい、ガロの頭何度、指を挟まれましょうか。超いい音じゃん、あれ。労働組合に会議してた、労働金庫の営業員が従業員に営業してたのときた7回転。ニコラスは本当にプライベートの運削ってるな。いや、誰が削ってるじゃん。明日に取っといて運は、私、ガロ相性悪いんで、バシバシ当てるニコちゃんが羨ましい。いや、簡単だもんだってガロって、ニコラスは素直に、謝るから可愛いなと思う。友達は閉店10分前くらいにモンハン結果でアマツ引いてて泣いた。それは泣くな。俺もアマツ1回来たことある。勝った勝った。あ、 50% 綺麗に勝ったけどさ、うん、やったってニコラス持ってるな。ニコラス割とニコラマの実況配信見てるんだな。10連あるかもよ。気持ちいい。おー、来た来た。圧力ザンバ、ザンバの時てててうるせえ。キバーの曲最高。あ、この曲好き。これいいよね、あちゃん今日絆でフリーズ、天然、BT エンディング完全勝利、祝言8連出て6000枚、素晴らしい。バケモンバケモン、いいなあ。あちゃん、あれからザンバリベンジ果たせてますか。いや、ザンバが出ない、まザンバが出ない。でも、あれで当たりました。あの桜を咲かせるアニメ、おあそこで普通にビューって上、いきなり、ね、あそこで当たり、あ、でも、なんとかじゃなくてガロ保留でした。あ、ガロ保留でアニメ止まり、あの、ガロ保留だったのに疑似連しなかったんですよ。疑似連しなくて、青い手紙を燃やしてアニメ行って、それで普通にビョービョービョーってこう、うわ、最高かよ。おー、すげえと思って。それなんだよな、やっぱ、うん。ニコラスの、時々出るため語わらわら、これマジで終盤でまだ続いてロシアンできるんじゃないか。いや、そうですね。いや、多分これ本当昼の2時まで出しますから言っときますけど。アトラクさんは塩対応だと聞きますが本当ですか。声かけようとすると睨まれますか。そんなことないですよ。塩六さんだからな。ラウンド中の FOG は隣に喧嘩売ってるってサインですよねまあ、やられたらちょっといやいや、あんまいい気分はしないかな。確かにね。ブラックマヨネーズ吉田さん、平山さん、こんばんは。今日も仮面ライダー打つんですか。これ崖パチですね。ガロマリュー出た瞬間、脳から汁が、垂れそうになる。脳汁やばい。やっぱガロは当たってるの見ると気持ちいいな、うん、最高だよ。昨日キコちゃん終わって関西行ったら池澤 VS ベスカーのラスボスバトルだった。私服対決面白いね。あ、やってましたね関西ね。僕は自分の横須賀の放送終わってからちょっと見てたんですけどね、やっぱ面白かったですね。アニメ直当たりはみんな格円になるっけ。多分なると思いますね。格です、うん。メンバー投げつけられるって本当ですか。いやいや、投げてほしいんだったら持ってきてください。いまだに、ガセガロ剣、ササリからの逆エンブレム見たことがない。
あー、あれか、うん、あれ出たな最初の頃。そろそろスーパーカロボーナス引いてください。あ、じゃあ V 転杯見せます。 V 転杯、 V 転いいね。 V 転、 V 転見せます。うん、あんな出んのかな。あさこさんお願いだからすれ違うときに背中にキックするのやめてください。マジっすか。もう病院に行くお金がないから。何回蹴ってんすか。大丈夫、俺体硬いからそこまで足上がんないから。結構な威力で蹴ってるじゃないですか。うんうん、あさこさんは打たないんですか。ニコラスに込み読みしてほしいです。いやいやいや、俺打ったら終わっちゃうから。あさこ YouTube になんで関西の音声のみのやつ入れたの。よくすあのね、多分ね、僕あの録画を止め忘れて見てたんで勝手に乗っちゃったんですね。すいません。他の従業員も出演しないんですか。まあでも機会があれば全然できますけどね。そうですね。お二人が今までパチアスロで出した自慢のプレミア演出は何でしょうか。自慢のプレミア、うん、なんだろうな、なんだろう、なんだろう、なんだろうな。あ、でも朝一7回転でアマ突いたことあります。すげえ、それはすごいよ。一応ちゃんと勝ちましたよ。それで負けたらもう泣きましたけど、うん、あれ、ハーデスで金扉とかは結構わーってなったね。金扉、うん、で金扉もゴッドですか。ゴッドゴッドゴッド、やば、うん、おい、24回転おめでとうございます。じゃあね、今見た、みんなみんな今見た。素晴らしい、さすがに行こう。全然熱くなかったもん、うん、金八7日目。いやもうちょっと全然熱くなかったもん。これだよな、やっぱ厚野くんのご主人様の出っ歯はいないんですか。あ、今日ご主人様ちょっとご出勤なされていなかったので。そうですね、会ってないですね、はい、来週あたりもしかしたら出るかもしれないですね。最近出っ歯見ないよね。そうですね、顔もいいな。戸塚のバイト可愛い子いますよね。おっと誰だ誰だ、俺かな。違うだろ、俺かな。出演してほしい。ニコラスやるな。皆さんの好きなラーメンの味を聞かせてください。やっぱりもうギトギトのやつ、めっちゃ濃いやつ、めっちゃ濃いやつ。僕は何でも、でも家系好きですけどね。わー、わかります。自分週5ぐらいで家系食ってる日があったんですけど、さすがにもうさすがに飽きちゃいました。あとか毎回会うと、腰パンっていうか半分ケツ出してるんですか。いや出してない出してない。それニコラスの感じだよみたいな。ニコラスはマジでガロ好きそうで好感、好印象。ああ、ありがとうございます。スパスパ当たるなと。あ、気持ちいい、すげえな、見たよ見た。ST 駆け抜けた後の、カードステージで疑似さんで勝機って出たんだけど発展もせず外れた。無駄に期待したけど熱くないんだよね。熱くない、あれ、あれね。ファイナル打ってて疑似るとき新滅飛び出てきて嬉しかった。あれね、びっくりするよね、うん、カエルみたいに、うん。ニコラスそろそろ着メロ、ちょっと待ってくださいね。うん、魔界の穴は今時期より前半あたりが頻発するから当たりが、がたい、ありがたいね。あとくさん結婚してから一人ですることやりますか。ああ、やりますやります、ガンガンですよ。ガンガンですよ。プレミアじゃないけど、刑事で1回転で7点したときは漏らしそうになった。ちなみにちゃんと当たりました。すごい。ニコラス今何年ですか。今7連です。はい。夜戸塚の木コーナー行くといつもいる小さい子が可愛い。あの人かな。おお、会いに来てください。多分わかる。気になる方は会いに来てください。会いに来てください。まあでもね、可愛い店員さん本当ね、いろんなお店に木コーナーさんたくさんいらっしゃいますからね。うん。ニコラスは結婚願望はないですか。ないですね。あ、そう。はい。むしろガロと結婚したい。いやだから自分、うん、あ、まあそうですね、うん、リアンぐらいの、あ、リアンぐらいあれですけどね。ルパンでギジオンからの全回転はちびった、うん、ギジオンすんだルパンで、うん。ベイマックスは仕事中ですか。仕事中ですよ。ちょっとね、残りをやってますんで、うん。マイホで隣のおじさんが22連もしてて桜かよと疑ったよ。いや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 、22連ぐらいは結構ザラにありますよ。ザラっす、日常茶飯事です、うん。これが22連しますもん。可能性あるよね、はい。楽しいのが可愛い。あー、タウンライト小田原栄町店のね、楽しいのちゃん可愛いですね、うん。楽しいのちゃんって人がいるんですか。楽しいのちゃんって子がいるんですよ。長いですね名前、うん、楽しいのちゃん、そう、いい。友達が、酒の締めにご飯にバターと温泉卵を乗っけたものを作ってくれて美味しかった。最高、絶対うまい、間違いない。最高。彼女かわいそうやん。ガンガンなの、アツロクさんのイメージがやっぱり可愛い女子が好きなのね。どういうことだ。コケパン可愛いじゃん。コケパンも可愛いですね。こちらもタウンライトに出てる。あ、コケパンちゃんがいるんですか。コケパンちゃんも可愛いですよ、うん。
男からしたら2人でするのと1人でするの全く違うんだよな。あ、どうですかその辺は。まあね、うん、まあね、まあ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  ね、まあ、ね。お、緑だった、緑だった、うん、先読みは保留1なんで入んなかったですね、うん、さあどうだ、うん、まあまあね、まあね。あっちゃん結婚してるのということでね、してますよ、結婚ぐらいね。ね、あれ、結婚、はい、あれ結婚ってしてるんですか。結婚してますよ。え結婚してますよ。え、何年目ですか。8年。え、長いっすね。え、てか圧力さんって何歳ですか。ごめんなさい、圧力さんって何歳ですか。僕何歳か知らないです。知らないです、知らないです。あ、何歳に見えますか。え、若いんじゃないですか。若くないっすよ。え、35とかじゃないですか。そうそう、35、35。当たった。お、あ、これ熱いよ。新、しかも今ドクンドクンドクン、新音じゃん。うん、3回来てるし、はいはい、これも新音の時代でも何十パーぐらいありますか、ね、そんなある。あります、あります。今回俺魔界結構外れると思うんだけど、新音だからね、速度が大事、速度が大事。熱っ、熱っ、はい、だね楽しい、楽しい一度、アマーリアで30連して取り行きたいのにずっと行けなくて漏れそうなと、あとにアクション求めたらいつもの笑顔のままでタバコに火を押し付けられたんですが、ユキチ持って出直してきなって言われました。それはひどい。あとニコラスの女装コスプレでも行けるっしょ。行ける行ける、全然行けますよ。前トツカーニャ行って、アンちゃんに俺のオナミシートコーヒー差し入れした時にいたコーヒーレディの子が可愛かった。あー、可愛い子多いですかね。ワゴンサービスの子可愛いんですか。僕は、僕が来る時間にはね、ワゴンさん大体いないんでね、あ、会えない。上がっちゃってますか。そうそう。圧力が一番可愛いよ、恥ずかしいから言わせるなよ。身長の低いバイトの女の子、名前が知りたい。また遊び来てくださいよ。あ、もう来てね、うん、名前聞けば。そうそうそう。圧力一人と二人、どっちが好きですか。いや、多ければ多いほどいいんじゃないですか、三、ね、人、四人とね。やっぱりね。昨日言ってた、イケメン君が気になる名前忘れたけど、あ、横須賀店の三谷くんね、89歳だよ。夜行くと可愛い人もいるけどかっこいい人もいるよね。お、誰だ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 、それ高橋とかいう名前かなもしかして自分じゃないかそれは。マジでずっと独身かと思ってた。あ、そうですよね。あ、そうですか。てかむしろ35なんすか。35ですよ。もう四捨五入にしたら40ですよ。おっさんおっさん、見えないっすね。いやいや見えるよ、若い。この間カロで48連してる台があって2度見してしまった。バカか、 AKB じゃないんだから。うん、あそこは45歳です。早く大量剣と、戻りガロ剣見せてくれよ。全然出ないよね今回。うん、あそこの奥さんって、どっかのホールのコーヒーレディだったのを落としたのか。違いますね。あそこどうやってホールの子を口説いて結婚したんですか。たまたまなんか外で偶然会ったみたいな。あ、いいですね、ロマンチック、うん、ロマンチスト。新大阪読み4回来た、外れたよ。4回外れんだ、めっちゃ来るじゃん。めっちゃど、それあれじゃない、ガセが2回来て、あ、2回だったと。本命が2回来たんじゃない。あ、プロポーズの言葉や演出はなんか特別なことしましたか。しません。ド M かよ、わら。アトクさん自身のことには正直に言わない。でもアトクさんの声に抱かれたい、声に抱かれたい。圧力さんの声に抱かれたい。いやいやいや、声優目指しますか。じゃあそろそろ抱かれて。新音の復活ってあるんですかね。多分ないんじゃないかな、見たことはない。外れても楽しいの本当に好きなんだね。いや今めっちゃ楽しかった今の間とか。うん、うん、じゃああちゃんの奥さんとは20歳くらいに出会ったの。うちと同じくらいだね。確かに若いですね。うん、ちなみに、今日いたかっこいい人予言に襟足長い子。おっと、あ、ちょっと身長高い子でしょ。あ、ちょっとイケメンいたわ。いたいた、見た俺も。高橋って名前じゃなかった。高橋店長はイケメンだね。そっちかい、そっちかい。昔のパチスロー。あ、赤い赤い、本当だ。いいよ、左来い、左、左来い、左来い、あっち、星2つ、あっち、はい。あ、新復活あるんだ。消えちゃうよこれ。あー、1個でレインボー、さすがだね。これ言っていいですか、広角きます、うん、はい、広角きます。ニコラス、いい音、いい音、はい。新音復活あるよ、あるんですね。あ、広角来ないんだ。あ、うん、最初から1台くんだね、うん、死滅、いい音、はい。そっか、素体とかだと来るんだ、うん、なんか SD 中は死滅は、わー赤い、チャンスガロケン来ちゃった、うん、あー震えてる震えてる、はい、ありがとうございます。8連目楽しいちょっとみんな楽しいよ、どうしよう。
昔パッチスの漫画読んでたら台の上に設定を書いた札を刺してあるって羨ましいと思った。ああ昔はねそういうのありましたよね。試写購入しなくてもおっさんだよ。高橋さんもかっこいいですよハート。おさの子。あちゃお子さんはいないですね。38年が最高だわ負けた。お子さんはいないです。たまたまストーカーしてたんですね。違いますよ。ワゴンの女の子といえばオギーがワゴンの女の子と何かあったのを。奈良駅前店の中条さんにいじられて放送奥で怒ってた別済みってのを経験してみたいとまあねうちに来る回数増えればいつか別済みできますよ、外で偶然会ったってあっち系の店でしょ違いますよ圧力パイセンホールの女の子の落とし方を伝授してくださいホールにいやぜひぜひお願いしますホールに通うことじゃないですか向こうにあこの人見たことあると思わせないとやっぱりちょっと変えようかなってそうそう、でも新音は、金色の方が、至高だと思う、うん、半分いったぞ、たまたま握り、ながらストーカーしてた違いますよ、私もアトスの声好きですよありがとうございます、あ今日いた余韻の人かっこいいね、40以上の私はアトスさんにとったら配信久々に聞いたこれいやいやいや全然全然年齢を重ねるごとにね人はね魅力的になりますから前あんちゃんが言ってた綾野剛に似てる人かな綾野剛店員さん森田剛しか知らないですね、うん綾野剛でもチャンスがあるけんすごい、これ見たことある強い本当にすごいなニコラさん俺が負けたクマを倒してくださいああいつ、うん、あいつ倒しますよ、うん、自分もあいつに勝てないんで、ニコラさんの名前は高橋刑事だよそうですよ、新滅ってパワーアップみたいなもんですかそうですね、うんさすがニコさすがニコちゃん今日は本当に見せますねいやーてか8連とかマジプライベートでしてくれよなんでニコ生で使っちゃうかな、うん、引きを新滅音最高、今日いた1円の女の子が可愛いおーあー、まあ、自分全部わかるんでね、うん、あの人があって、ニコラスが、すごすぎる、チャンスガロケンってカウントダウン予告以外はプレミアらしいですねニコラスガ ガロ撤去されたら撃つのなくなりそうだねあ撃たないですよそしたら、うんやっぱりガロ面白い、あっちゃんの奥さんも働いてますやっぱ面白い働いてますよ、ニコラス45分くらいで終わるとかいう展開はなしだぞフラグじゃないぞ枠内調整、うんニコラスみたいな人と乗り打ちしたいわ負けてもあからさまに不機嫌になる人とは行きたくないしな、うん、打ち行きましょう、今日いた一円の女の子は笑顔が絶えなくて、笑顔が可愛くて好きだわやっぱそんな可愛いんですねやっぱ笑顔が可愛い子が可愛いですから、うんチャンスカロクエンから FOG、召喚も外れあるよ圧力気休め言ってんじゃねえ私も圧力のメガネが好きですあ、メガネがねブツじゃん今日あの子いなかった圧力は最近幼女に声かけましたかかけてないですね新滅クマ外しましたアンマホール行きまくっててもこの人暇だなって思われても嫌だしな難しいなその微妙なさじ加減いや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 行くべきですよどんどんそこはそこはだってね心理学でもね、その証明されてますけどね。ああ、そうなんですね。単純接触の原理みたいな。では接触すればするほどその人に好意を持っていくっていうね。ああ、やばい接触じゃん。そういうのでどん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 こう接触しないとね。そうそう、好意を持ってもらわないといけませんからね。根本厚弘の本名は六角聖児だよ。あつくさんもうすぐ誕生日なんです。プレー振り込んで、プレー振り込んでください。プレゼントを振り込むってどうやるんだ？絶対お金じゃん。というか、今日22時頃に一里岡田が来店してなかった。俺か。男の人って結構女の人見てるんだね。声かけられたら女の人は怖いだけなんだけどな。あ、そうなんだ。そろそろロシアにやろうか。じゃあ45分になったらやりましょうか。確かに。うん。いい時間、ニコラスの笑顔は見るに耐えないニコラスは社内恋愛ですか違う違います、その女子もあっちゃんの笑顔には勝てないよありがとうございますあっちゃんの奥さんは仕事してるの年収2億なら働かないですよね年収2億いやいやいやでも、ね、さすがうち2億じゃもう2億じゃ足んないんですよやっぱねやっぱねいろいろありますからね、うん、そうそうそう蒲田にも可愛い子いますよねコロコロしてあ直脇緑はいあおーまたレインボーだ吸引で高画背景はいうわ超楽しい見た今の吸引ねえ見たすげえ、はいありがとうございます吸引きた高画背景出ちゃったわ、うん新滅クマ外すわけないやん星2つの新滅は買ってやろたまに、女性店員にセクハラしてるおっさんいるけど出禁にならないんですかまあその難しいラインですけどねうん度が過ぎたらあれですよそんなことはイケメンしかできないよ圧力キコーナーで一番接客態度いいのは本当にニコラスだと思うよあざっす、やっぱそういうの待ってる生にしてダマに
コメ打つか。通常時のホラーバトルの星2つ、死滅は外れる。いや、SH はあれですもんね、死滅は確定なのかな、多分。死滅外れるでしょ、あれ。あ、SH ダメなんでしたっけ。多分外れると思う。キコナのかっこいい子はあんまり笑顔ないけどクールでいいですと。あ、クールビューティー。レインボーコーガ背景、コーガ、こんなところで運使っちゃって、なんだよこれで、明日の客のために残しとけよ、安定のため口。いつも休連なんかしないのよな。あ、私の友達はお客さんと結婚したよと、うん、あるあるある。コーガ背景とか激レア。蒲田にいた池澤っていうか、いう可愛い店員が転勤になっていなくなって残念だなと。マネージャーですからね今。うん、久々に聞いたこれ、うん、奥さんはどんな関係の仕事をしてるんですか。それはちょっと言えないですね。今の効果背景って、鋼だっけ。クソレア鋼じゃない多分。吸引、ってこんな聞けるもんかね。こうしてニコラスは、またプライベートを犠牲にするのであった。いやもう絶対負けるわこれ。ニコラスありがとう。効果背景 見れたからよかった。ニコラスもう運全部使っちゃえよ。アトロクさんより1円の女の子の笑顔が可愛い。あの子の名前が知りたい。ニコラス教えてください。めっちゃ食いつくじゃないですか。来てください、来てください、うん、明日多分いるから、うん。友達の紹介が無難。ねえねえ試しにあちゃん打ってみ。今日は終わらないかもよ。やだよ45分だから。これできっかりアトロクさんでまた終わるっていう、先週みたいな流れ。ニコラス引きが強すぎるだろう。こんな展開に自分はならないんだよな。確定では星2個の新メタ確か。あっちゃんはいつもリスナーと殴り合ってますよね。どこでやるんだよ。殴り合いの喧嘩しますか。戸塚はドル箱だから、店員他より多いのかな。まあまあそうですね。その分人手も必要になってきますからね。うん、ニコラス、池澤の野郎関東を裏切りやがって現役権でぶっ飛ばしてやるって言ってください。絶対言えないよそんな。やばい殺される。あんちゃんまだ久々に俺の名は俺のルパン三世が聞きたい。俺のルパン三世、完全下ネタ。誕生日になんだ。パチ店員のずっと笑顔なのが少し怖いんですが、練習とかしてるんですか。まあどうですかね、そのあからさまになんか自然な風には作りたいですよね、うん、やっぱこっちとしては、うん、そうですね。ニコラスはいつ卒論書くの。自分ですか。いやさっき書いてたんですけど、ちょっとニコ生の時間来ちゃったんで。そうだね。水中の森の熊さんバトルでも新滅は外れて、外れあるよ。あ、そうなんだ。池澤って店員可愛かったな、漫画好きって言ってたな。あつの顔を忘れるところが見てみたい。今日の第7、あっちゃんが体験してない演出体験できるかもしれないね。ザンバ、ほとんどほとんど体験できる。ザンバリベンジ、うん、ガロホリュー出ねえな、マジ。あっちゃん誕生日に早く起きなきゃ食べちゃうぞってメッセージ言ってください。ガチャピンみたいな。メッセージをどうやって送ればいいんですか。誕生日の日を教えてくださいじゃあ。DM で、DM で、ね、その日に僕がニコ生あればね。おめでとうっつってね。うん、ガラホリュー出そう。うん、ニコラさん卒論何書いたんですか。卒論ですか。ガチのやつ。あ、ガチのやつ、うん、ガチのやつはね、血液型は性格と、なんだろう、血液型と性格は、うん、関係して、本当に関係しているのか。おお、で結論は。結論は関係してないです。してないんだ。してない。まあ独自の視点でですけどね。なるほどね。ニコラス学生だったんですか。いや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 、うん、自分も一応ね、まあ大学通わせていただいてたんで、ね、そうね。蒲田の池澤っていう、おお、あ、ザンバいい音いい音。さあザンバでもほら金のザンバを外してないからね。金ザンバだよ、はい、あー震えてる。おはようございます。10連目10連、はい、10連。もうね無敵モード入った、無敵モード入った。すげえ。ガロはこうなると終わんないから、ね、おめでとうございます。超楽しい、うん、聞いた今の音、うん。蒲田の池田という小柄で可愛い店員の MC は酒場よりうまかった。うまいね。超気候な行きまくってるけど、今日1位にいた子は話しかけると、親しくしてくれるよ。人懐っこい子だよね、だよねと。やっぱそういう人懐っこさは大事だと思う。大事大事。何や、星の死滅は、確定、ST では。あっちゃんと髪型は関係してるのか。してますよ。今年中でいいから、でいいから茨城にも出張放送してくれよ今年中。しょうがないな、じゃあやるか。あるよ、今年中なら全然あるよ。あるよ、多分あるよ、多分あるよ。ザンバ、ザンバ外してよ。この間パチしてて確変入ったら、隣のはハマってる人にタバコ押し付けられるよ。顔見たら根元熱いろっていう締め手は締め手はされてないよ。楽しそうだなこれ。さすニコ、ニコラスさんはガロ打つ前は何を打ってたんですか。ガロ打つ前、うん、なんだろうな。でも
やっぱ俗に言うあの刑事、北斗、ガローと、うん、マックス、あのマックスは好きですけどね、うん、確か岩丸さんという子だったね。ねえニコラス、岩丸、うん、どうですかね。圧力今ならザンバ当てられるぞかもしれない。山ちゃん今頃泣いてるぞ、よし、あっちゃん打とうか。これでロシアンできるな。20連くらいいきそうな勢い。あっちゃんの卒業は何ですか。大勝利。さて圧力さん、ロシアンは何分からやるのかな。じゃ次のニコラスが、あ、じゃあこっからにしましょう。あ、じゃあ自分がもうそう当てたら交代。ニコラスじゃない、ロシアン。こっからロシアン開始。ロシアンとニコラス間違えちゃった。じゃこっからロシアン開始にしましょう。次のから、はい、エンディングテーマ流れちゃってる。だから圧力ザンマが出るとテンション上がりすぎ。これでプライベートは ST スルー2回分だな。僕はまた店長ち、あ、山ちゃんね、プライベートにしわ寄せはやめて。本当2人の予想で、この連チャンは何連で終わると思いますか。多分取り切れず、僕13連で終わると思います。取り切れない、これ絶対絶対13連で終わると思います。あ、でも圧力さんが終わるから11で終わる。11で終わる。すぐじゃねえか、本当にこれ11で終わるよ。茨城なんて田舎の配信、しても誰も見ないよ。いやいやいや、そんなことないですよ。いや全然見ると思いますよ、うん、だって茨城には茨城に住んでる方がいらっしゃいますし、僕地元なんだよね、茨城ね。いいところなんですが、明日朝から用事があって先に寝ます。あ、圧力さん大好きだよ。ありがとうございます。おやすみなさい。あっちゃんザンバの時バンブルビー並みテンション高いよね。いやあれテンション上がんない人いるの。いあの音とさ、何、興奮と期待感ないよね。ないよ。中店ガロー、台数少なかったから増やして、来年また行きたいということだ。じゃあ加藤店長にね伝えておきます。伝えておきます。そうだ、岩丸、岩丸かわいいよなと。多いな、みんなよく知ってんな、本当に。こっからロシアン開始。行くよ行くよ。はい。おにぎりにかつやぜ、茨城。さっきからコメント襲われる、マジか。NG とかじゃなくてかな。いや、曲こんな出たの久しぶりだな。これ全部読んでるよ、俺。まだ流してないやつだな、うん。はい。関西みたいに、見えてるとか出たらいいのにな。見えてないとか、そうだね。ガルホリュー来い。あんちゃんはロシアにも参加できないかな、どうでしょうか。俺が抜けたらダメですもんね、うん、お、刺さった。あるよあるよ、プチュン、あるよ。まあ弱かった弱かった。俺は好きだ、岩丸に伝わらないかな。かっこいい子の名前はソフトバンクくんのことかな。ソフトバンクと言いますと、わかんない難しいな。うん、俺も次圧力が打つなら11連で終わり確定だと思う。ああ、金だよ。やめて、こんな早く当てるのは。でも焼くものないからな。どうなんだろう。やめてやめて、とりあえずチャンス。やめて、こいこい、おいーよ。はい、おめでとうございます。11連終わんない終わんない。終わんない終わんない終わんない。早いね。ニコラスザンバーのお供お供ねして、あと今週の土曜日は放送ある週ない週、明日どっちにしてもニコラスどっちも出勤。コミュニのタイミングでニコラス圧力で終わったらいいな。これね終わんない圧力さん、これね、うん、誰がやっても続くよ。じゃあこっから読んでって、このここここから、はい、はい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 、ということでですね、MC ニコラスということで、やってまいりました。頑張ります頑張りますはい、一応ここはロシアンルーレットということでね、私はコメ読みたいと思います。俺マジ抜けそうなんだけど、超やだ。私はケージが一番好きだよ、うほいやいやこれが一番嬉しいけどね。コメ読みのタイミングでニコラスいい演出、うん、途中で飛ばされる、うん、めっちゃいい演出しか出てないですからね、うん、あっちゃんザンバ来てめっちゃテンション上がってるけど、他人が外してる時が一番テンション上がってる確かにやっぱね、他人の不幸は蜜の味です。さあ、養分の出番だ。いやいやいや、圧力終われ。俺は当てるよ。さすにこう2時まではやるよ。あの、V 入れなくていいですからね。いやいやいや、はい、入れる入れる、養分するの予感。いやここで養分騎士登場。マジ怖いよね、こんだけニコラスおめえ、ありがとうございます。続いてると、こっちみんなこっちみんなこっちみんな、うん、ニコラス来た。ザンバの音めっちゃ似てた。でも何度でもやりますよ、本当に、うん、こっちみんな岩丸、あ、岩丸ってこういう意味か。うん、明日出勤ニコラス教えて。いやちょっとあんま分かんないですよね、まあ、うん、まあ、いるかとは思いますけど、うん、まあ来て見てください。はい、これでスルーしたらもう爆笑だよ。爆笑じゃないよ、ニコラス落ち着けよ。やっぱ興奮しちゃうんでね、うん、熱いと。これであっちゃんスルーしたら本物だぞ。本物だよ。よし、シナリオはできた。圧力の出番だ。よし、頑張るぞ。土台は作ったんでね、自分はね。ニコちゃんって、マジ、あの着メロなんねえかないや着メロだったら自分の自分の手があるんですよ。いや、そんなことない。1回、はい、大当たり1回ずつ交代だったもん。
さあリベンジタイムだよ、アツロクさん頑張ります。ザンバ出してくださいね、頑張ります。ザンバ出してくださいね。レインボー、モースルの匂いがするって。いやいや、早くない？早くない？まだ 1回転もやってないよ。ニコラス、そこの養分に灰を当てろって言ってやって多分ね、あれこれね、相当引っ張られますよ、100後半ぐらいまで。だって15回転だよ、当たったの。はい、お疲れ。その前何回転で当たってんのこれ。大、やっとスルーできるわ、疲れたわ、わらわら。圧力、みんなの期待分かってるよな。分かってるよ。抜けると思ったら抜けますよ。分かってるよ。あっちゃん美味しいなーって。俺が当てて次のニコラスで終わるって最高だね。いや、ニコラスあれだけ続いたらもう右手が痛いでしょ。いや、もう痛いっすよ、もう。なれ、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 まあね、そこまでね、あっちゃん ST の意気込みをどうぞ。あ、絶対当てます絶対当てます誰が打っても続くが、圧力なら終わり確定と。いやいやいや、やだよ俺、抜けんの。養分、養分、ザンバをとりあえず外そうか一回見せ場を作ろうか。いや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 、俺ホラーグマに負けるとかマジやだよ養分の本気見せてください。あっちゃん応援してるよ、うん、ニコラス投げ切ってよろしく、うん、応援してて、応援してて。台の音量ちょっと上がらない？え、小さいですか？一応ね、あのへそをちょっと溜まっちゃったんですよ、うん、自分左に打っちゃったんで、うん、3個溜まっちゃったんで、ちょっと台の音量はいじんない方がいいかもしれないです。なるほど。これもうスルーだわってもう言われて、ルールがいい、もう言われてますよ。ルールがいいな。お、当たりだ。え、マジで新音じゃん。お、当たりだ。これへそ？当たりだ。へそじゃないよ。ちょっとごめんなさい、コメントごめんなさいね。あ、当たるよ、当たる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 。ドーン、ドーン。はい、低速じゃない？はい、はいはい、復活復活復活。あー、はい、皆さんこれ分かってますよね、これ外れるよこれ抜けるやつだよ。もうやめて、やめて、やめて。岩丸に会いたい、話しかけてもいいのかな、連絡先渡してもいいですか。刺さった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 。はい、まあそんな甘くないですよガロはね。いや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 、おかしいな。そんな甘くないですよガロは。おかしいな。連絡先落としてもいいですか。まあそこら辺は微妙ですね。ちょっと米早い、米早い、米早いちょっと待って待って待って。あっちゃんダサい髪型がアップでちら見できて嬉しいですありがとうございます。ニコラス、ニコラスしてた時は SE 後半まで行かずにスパスパ当たってたね。これ多分後半行きますよ間違いなくやめて予言するの。ニコラス微妙にコメントアレンジしてるね、うん、もうそこら辺のレベルまで来ましたから、うん、自分はね。これ来週おやつ何買うのって、もう何買おうかな、もうお宮の話してます。ああ、赤い赤い赤い、今エフェクト赤かったよ、赤かったよ。頼む頼む、ただザンバ、頼む、もうここは耐えてくれ、ここは耐えてくれ、これないよ、ここは耐えて、外ろ外ろ、あーい、嘘だよ、ちょっとおかしいおかしい、よしよし、一回耐えた、一回耐えた、もう回耐えた、回ってきたよ、回ってきたよ、よしよしよし、一回耐えたぞ。ダセじゃないよ本当に、ダセじゃないよ本当に。よし、危ない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 。圧力さん相当自分コメント読めてないです。ああ大丈夫大丈夫。相当読めてないです。もう落ちるね、余裕の話。圧力必死、必死だよもう。帰りじゃないよ本当に。いやー、今のは空気読んでないな、ボタンかなって。いや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 、仕事しそれか、うん、あれですよね圧力さん、これ2時まで引っ張って、そうそうそう、ちょうど2時で、いやいや、終わらせる、ね、ここでニコラスが終わってちょうど時間じゃない。さすがだな、違う違う、俺は終わんない俺は終わんない、ということで12連チャンですね、今久々に大爆発、着目の鳴ってとかやめて、空気読め、これたまんねえやつだな多分。これも多分無敵モード入ってる、うん、おかしい、台が壊れてるとしか思えない、壊れてる、うん、すごいね。あんちゃん来ねえかな。確かに全然来ないっすね、うん、あとリスナーの期待を裏切ってコメント稼ぎうまいですね。違う違う違う、あ、そういうこと。みんなほら時計を見なさい、時計を、そういうことか、時計を見なさい、まだ早いんだよ、まだ終わるには早いんで、あと10分あるから、あと、あ、これもう1周ぐらいしたときにね終わるとちょうどいいからね。あんちゃん、これはバラエティ番組でしょ。違いますよ、パチンコ、あ、まあまあバラエティ番組か、まあ、って言われたらそうだな、確かに、うん、何も否定できない。ニコラス着目のこーい、打つとみんな、叫ぶで、うるさい、叫ぶよ、嬉しいもん、いや嬉しいもん、もうね、パチンコ屋さんで自分で打ちに行くのも今打ってるのも一緒ですよ、当たれば嬉しいですから、一緒一緒、うん、布団入る準備してたのにニコラス早く当てて圧力に回せ、ちょっと待ってね、すぐ当てるから、圧力みんなに謝罪、謝罪かけ早い、謝罪6だよこれ。岩丸ちゃんのニコ生出演は圧力さん、ニコラスさんから交渉してもらいたいということですね。
まあ、オープニングぐらいちょこっととかならね、可能は可能かもしれないけど ね可能なのであればっていう感じになっちゃいますけどね、うん、あっちゃん延長ありますか。まあまあ終わるぐらいまではやりたいですね。まあね、ちょっとね、あんちゃん、うん、あんちゃんも含めてロシアンとかできたらいいっすよね。そうですね、今度どっかの店舗でネット風呂をやってください。いや準備がさどっからネットを持ってくるんだって、ね、準備が大変なんだよ。パチンコ屋さんの中でやるとなると、こういう底当たりが続くときって ST 後半行ったら終わりだよね。わかる、すげえわかるそれ。次の圧力様でスルー、終了でお願いします。時間的に、あんちゃんどうせならザンバで来てほしかったな、うん、あんちゃんそろそろ来ないかな。まあね、早く来てほしいですね。そうですね、うん、なっちゃえなっちゃえもう。いやいや、さすがに保留変わってなかったから大丈夫だよ。おい、まあまあまあね、まあね、どうせすぐ当たるからこれ。関東も私服対決しないですか。何なんすか私服対決って。エリアマネージャー2人とか店長2人とかで対決っていうか、まあ、あの私服をどんどんこう出し合ってくる。あ、私服、私服、あ、それセンスが結構そうそう問われるかっていうね、見えますよね。面白いなそれ。でも私服別に俺とか別に普段私服が私服できますからね。あ、まあ確かにそうですね。店員さんの私服はちょっと見たいですけどね。ニコラスどんな格好してんの普段。自分は無印とか、うん、そういうのしか買わないんで。無印ね、無印とギャップが大好きなんで。あ、ギャップね。もうそういう普通のでいいんですよ、うん、生着替えいいね。生着替え、ウグイス城にディープ&の呼び出しアナウンス頼んでよ。あー、要はあれでしょ、何番だの方みたいな、4番バッターみたいな、うんうん、あんちゃんどこで服買うんですか。僕はもうユニクロとか。やっぱり結局コスパすごいいいですからね。コスパコスパ、うん。岩丸ちゃんをニコ生で拝見したい。めっちゃゴリ押しっすね。みんなが言うから気になる。ゴリ押しですね。そしたら戸塚にも通う。嘘でしょ。おっと、こういう流れの時途端に煽りもリーチも来ず静かになったら終わってと。やばいよ、ちょっと静かだよ。久々に店長集結見たいね。今は亡き親分と純ちゃんが懐かしいと。純ちゃんは昨日出てたね、関西の放送ね。あんま喋ってなかったけど。赤保留、信用、赤はでも あっちこれは熱いな、これは熱いよ。はい、おめでとうございます。ちょっと今見た、よしじゃないよ今見た、曲持つやみたいな。ボタン全然反応しなかったけど、いきなり来た。久々に新メゼロみたいだけど、気候な戸塚にガロファイナルのマックスってありますか。1円パチンコにあります、はい。あとは ZZYI かな、うん、蒲田でやったらかっこよくても脱世の嵐になりそう。よしよし、さすにこう圧力の番。さあ V 入れなくてもいいぞ。いや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 、簡単簡単、当てるよ。ガロ簡単。これ違う、これ曲が違う、これも違う、曲が違う。どこまで読んだんですかね。やっぱこれだ、あ、もう下の方結構もう読んでるよ。さあ V 入れなくていいよ。入れるからよし、入れるよ。よしよし、養分の時間さすにこう、よしよし、いやー頑張るぞ。今13連だから14連チャン目俺が引く。次負けるよね。ねえ偉いやるよ。13回目じゃないですかと、うん、いや爆連っすね。止まんない。いやー結構13で終わってんの見ない。あーでもなんかなんとなく13、4あたりって結構見る NG コメントです気がする。圧力こっち見て、こっち見な、こっち見な、こっち見な、おかしい、こっち見な、おかしいな。ウグイス城4番ディープ安藤背番号コーチあっちゃん分かってる、分かってる分かってる。時間何時、時間、あと5分。あ、分かってる分かってる。2ブロックファイト、あっちゃん分かってるよね。分かってるよ。さあ皆さんお待たせいたしました、スルーのお時間ですよ。違う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 、当てるよ。ニコラス大勝利、俺は当てるよ。あ、もう岩丸、岩村を出せ、うんうん、岩丸ちゃんか、会いたい。こんだけ連チャンしたんだから、こんだけ連チャンしたんだから、あっちゃん残りでラーメン行こうよって。いやいやいや、おかしいだろそれお店の玉、あんちゃん出せって言われてるんですけど、ちょっとあんちゃんちょっと出てこないんで ね、ちょっとまだお仕事残ってるかもしれないですね、うん、こっち見な、こっち見な、うん、こっちを見るな見るよ。もう当たったらずっと見てやる、本当にもう圧力分かってるよな、うん、ザンバだぞ、ザンバを一回外すんだぞ。分かった分かった、分かってるよ俺は。時間調整よろしく、圧力、うん、ちょうどよくね、ほどよくいくよ。岩丸ちゃんニコ生でめっちゃ押されてる、うんうん、ザンバ外すの見たいって。ザンバ外すのが見たい。なんで松坂桃李がパチ打ってんの。ああそれはあの仕事で来てるんですよ今。なんで松坂桃李がパチ打ってんの。そう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 、分かる。13連の壁分かるでしょ。そこを抜けると、うん、もう無敵になる。そう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 、やっぱあるんだ。じゃあここ抜けたらもう止まんないわ。うん、
いや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 、え、熊に負けてスルーが一番美味しいぞで、配信的には一番美味しいんだけれども、なれなれ着メロ、なっちゃえなっちゃえ、あ、はい、ニコラスよしよし、いい子いい子、ありがとうございます、うん、やっぱね、順番はやっぱやるべきことは自分はしましたんでねあとやるべきことはもう抜けること、それだけですね。もうすぐこう、ガラ保留とかでちょいちょいちょいって当たるから。あんちゃん、洋式トイレにはまってないですか、大丈夫ですか。洋式トイレにはまってる、それはまってないですか。どういうこと。いや、ちょっとよくわかんないですねあっちゃんのおごりで、ね、リスナー全員に焼肉行きましょうって。焼肉食べたいね。俺もこの前13連で終わった。あ、やっぱありますよ、うん、あるよあるよ、そこの壁あるよ、絶対ここをね、越えましょうオカルトで ST 入った瞬間に不安になると、うん、その台が不安を感じ取って駆け抜ける率が高くなると。なるほど、やっぱ気持ちの問題ってことですよね、うん、早くザンバ外してよ。いやいやいや、早くザンバ外して、そこじゃないよ。だから早くザンバ外して終わりましょう。だから今ね、どっちが駆け抜けるか対決してんだから当てなきゃいけないの岩丸ちゃん本人はニコ生見てないのかな。あ、多分見てないと思いますね、うん、ニコ生出演交渉してほしい。まあちょっと今度会った時言ってみますよ。はい、圧力さん、はい、圧力サイレーン面白かったよ。サイレーン面白いでしょ。お疲れ様でしたと。あ、サイレーン僕主演してたんでね。え、そうなんですか。ええ、なんすかそれ。え、松坂通りっていう芸名で主演。あ、そっちかよなんだよなんだよ。ええ、どこだ。あと3分だよ、やばいよ、あと2分だよ。いやいやいや、厳密にはまだ138回転あるよ。 あっちゃん、ジョジョ園お願いね。いやいやいや、ジョジョ園、ね、高いでしょ。自分は10や15みたいに切りのいい数字が終わりやすい、うん、おお、さあ来い、さあ金。あ、ダメだね、これは。岩丸ちゃん好きだ、会ったことないけど、もうこれ完全もう遊ばれてるな、これ、うん、自分の中では万発前が壁。あ、5連かな、5連かな。万発直前で終わることが多々あった。超わかる、それ。おー、あけ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 、来た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 。でもザンバじゃないか、来たよ来たよ、ザンバじゃないか、来たよ、ザンバじゃないか、外れ、来たよ、外れろ外れろ、ドーン。よし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 、もう当てようよ、今のは。なんでザンバ出さないの。ねえ、ダンボ出て当たっちゃえばいいんだよ、本当に、うん、米早っあっちゃんがもし当たったら延長希望。これ延長でしょ、こんなの。まあまあまあね。結局夜何食べたの。あ、お夜食か。あ、お夜食か。お夜食はジョジョ園のお弁当と、うん、3代目 JSOUL BROTHERS のお弁当ですね。なんだよそれ、はい、大名権だろ。あ、これ終わるやつだ、うん、これ終わるやつ、終わる。やめて。あ、ちちち、あ、圧力脱せ脱せ脱せ、うん、ちょっと演出少ないよ、プププププ、ちょっと演出少ないよ。あ、いきなり来た。このままで最後までやっちゃえよ。うん、刺され、うい、はい、オッケー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 、わら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 、ドーン、かっこわら、プププププ。ちょっと保留変わって、これでよし、これでよし、保留変わって、やっちまったな、脱せ。俺が今ね、みんながガル打ってる時の心の声を代弁してるからドーンだってよ、プププ、うん、クマ来い、クマ来い、来たよ。お、おお、聞いたよ。お、はい、まあ普通のか、かわいそうだから名字出すのやめてあげようよ、うん、やめようやめよう、そうね、ね、ニコ生出てる子じゃないんだしね、うんうん、そろそろ後半来ますよ。やばい、大丈夫ですか。やばいよやばいよ来たよ来たよ、ドーン、プシュン。あ、ちょっと一回止めようかな、どうしようかな、走るぞ走るぞ。あ、一回止めようか迷うな、当たる前にこっち見たから。どうしようどうしよう、止めた方がいいかな、100で。頭おかしい自分を松坂通りだと。あ、どうしよう。あ、止める。今来ました、何連目ですか。な、今なんとですね、13連目でございます。これ流れいいから止めない方がいいよね。へそあるんで最悪ほんと落ちますよ、うん、ああ、さあまずい、はい、さあまずい、来たか来たか来たか、おつ、変われ NG ユーザー、これは抜けそうだよ。なんか嫌な予感する。止めない方がいいよ、抜けるか、駆け抜けるからね。えちょっと怖い、ガラホリュー、もうスルーしかしない、ガラホリュー、もうスルーの予感、ガラホリュー、これはスルーフラグ、やべえ、デモ出しすら微妙、演出が起きない、デモ出しも微妙って。なんで演出起きないの。いや、まあ人打ち手を選んでんだな。お願い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 、めっちゃ剣コシコシやってるよやめてやめて、変われ、やっぱ
この曲いい曲、味噌コンピーマンいいね、ほんとね。これはね、やる気出る。これやっぱなんかテンション上がるからね。13連してたら何箱ぐらい、今後ろドル箱の山ですからね。やばいやばい。最初にもう5箱ぐらい用意してたんで、後ろ何箱、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2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 9,20,21,22,
20箱ありますね、はい、出すぎ。フラグ立ったな、終わったな、さすが養分。これはまずい。圧力へそ落とさせたらニコラスに今度渡せんじゃないですか。なるほど、フラグ立ったな。なるほど、もうへそでも何でも終わるんだから一緒だよ。今思うと時短引き戻しでこれですごいよね。確かにそうだよ、うん、時短からこれ引き戻して13連ですよ ね、 そうだね、はい、フラグ立ったな。あっちゃんこっち向いて、さあ残り60回転で、これ終わる流れやで、やばい。そろそろクマ来い。あっちゃんは MC の鏡だね、時間ぴったりだね。さすが枠内調整しっかりしてんな。やだよもう、ね、本当に。なんでいつも俺の時にこう終わるんだこれ。あっちゃんみんなの期待を背負って一気に駆け抜けるんだ、うん。ニコラスは気持ちのいい人だね。ご飯食べ行きたい、食べ行きましょう。マジでかけてんじゃんこいつ、はい、リーチもかからず。やばい、背景緑になったよ。で30で赤くなるからね。あっちゃんもうさ、フラグ回収しなよ。え、回収、あ、こっち見んなよ。あ、おっと、おっと、あ、紫これリーチかかんないんだよな。紫どうなるリーチかかってくれればいいんだけど、先読みが全くないって。あ、クマ来ちゃうよ。クマ時短引き戻して割と出るイメージある。わー、わかるわー、やっぱね。あー、これまずいよ、この流れまずいよ、マジで。まずいやつ、これまずいやつ。圧力終わらせ方勉強させていただきます。あ、あ、煽ってるよ、煽ってるよ。あー、ダメだー。じゃ、マジまずい、マジまずい、マジまずい、マジ悪い、マジ悪い。超静か、マジ悪い、これ2時超えた、2時超えた。やばいやばいやばい。ニコラスは今日初めて見たが好印象。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、クス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 。もう負のオーラがすごいから、ね、テンパもう130回転ですよ、うん、さあテンパイはチャンスアップないけど、うわーということで、ね、弱すぎだよ、はい、三田村さん、あるよあるよ、これ頼むよ。あるよ、やべえなこれマジで。さあ今手に汗握る感じになってきましたけどね。頼むから終わって、ニコラさん、いや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 、頼むから終わってって、パチンコの連チャン見たいでしょみんな。ニコラさん YDK ってなんだ、YDK ってなんだ、YDK、 あのね、塾かなんかのやつ。あ、俺塾講師なの。やる気なんだっけな、頼まなくても終わるよ、やればできる子だ。あ、やればできる子、うん、あ、そういうこと、あ、うん、だから YDK なんだ、うん、難しいな。時間かけて SC 後半で当てるのはやめてくれよ。あ、引っ張ってね、引っ張ってね、やめろー。さあ終了のカウントダウン、やめろー。和骨、あ、ありがとうございます。今何連ですか。今13連でロシアンルーレットやってます。抜けた方が負けっつってね、はい、やっぱ花が欲しいよね女の子。30回になるとチャンス、やべやべやべ、チャンス赤くなるよ。あ、そういうことね、赤くなる。このボタンで当てたらかっこいいな。このボタンで当てたら俺もう本当に ね優勝だね、優勝、優勝だね。もう今日の配信終了だよ、うん、もう。圧力さん近所迷惑なのでお静かにお願いします。大丈夫、パチンコ屋さんだから。ニコラス米嫁に続き実況までもうまいな。いやまあそんなもないですよ。 LFOG の真似してください。めっちゃやってますか今、もう連想見れたからいいよ。圧力にとどめをさせて、ボタンも出ない、クス一つ多い、ちょっとそんなことないですよ。ダダダダダダダ。もう準備してますから、やばいよ、やばいやばい、マジでやばい。やっぱり圧力はダメだなっつって、ダダダダダダダ。さすが圧力、素敵、やっぱ養分だな。おお、養分安定のうち。なんでボタン一回も出ないの。ニコラス圧力に一言、やっぱ打ち手を選ぶんですねガロはね、はい、ちょっとボタン絶好の絶好の養分騎士、ボタンやっぱりな。養分騎士ってなんだよニコラス、日本の誇り。養分騎士ってなんだよ。おい、ボタン一回ぐらい出て、押させてくれよ。スイッチオン出すんだろ。ダダ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 、どんまい、ダダダダダダ、やばい終わる。ダダダダ、最高。ダダダダ、圧力、養分、ダダざけんなよマジで。だって月夜に輝く養分騎士ということでね。はい、パーク、素晴らしい。全然素晴らしくない。素晴らしい配信、全然素晴らしくないよ本当に。もうさあ、出せ米がやばい。9位って言うかもしれない。米がやばい。ちょっと待って、米がやばい、やばいやばい。もう俺やっぱ向いてないんだな、俺パチンコ向いてないんだな、絶対。オツでした、パチンコ向いてないんだよ俺は。米やばい。あんちゃん戻ってくる、エンディング行くよ。じゃあ
ニコラスで閉める。あんちゃんどうなんすかね。まあでも終わってないんだったら閉めちゃおうか。あーまあ仕事残ってそんな感じしますもんね。はい、じゃあエンディングいきましょうか、はい、じゃあ最後ね食べながらね。はいはい、よし、はい、ということでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。ダセーっておかしいだろ、このコメント量が。コメント量やばいですよ、マジで。いやー、マジで引けない。 100近く行ってますから、ダサいだけで。だからさ、やっぱ俺、向いてないんだと思う、この台。あー、まあロングこの台は俺、本当に連チャンしないんだよね。いや、でも、うん、なんで今日出しちゃうかな、こういっぱい。プライベートでこれやりたいのに。まあそうね、まあ本当はそうだよね。あー、まあ、まあ、まあ、贅沢言えないですけどね、うん、でも今日嬉しかったことは、うん、レインボー、うん、レインボー保留、はい、レインボー保留、そうそう、小川家も出て、鬼のように、見せどころは結構多かったね、ザンバも出たし、うん、だって結局、うん、どんくらいでしたっけ、12時45分過ぎでしたっけ、当たったの、うん、そうだね、1時間以上出てますからね、うん、ということでね、本日は、ガロ、魔界の花13連チャンということでね、素晴らしい結果でしたね、おめでとうございます。いいね、いいお時間でね、はい、ありがとうございますね、枠内調整、あつろく今日も仕事したなんじゃないよ、来週なんだろう、ぷぷぷニコラスと、あと、誰もいね、あんちゃんエンディングだから呼んできて、お疲れ様です。呼んできますか、じゃあ行きますか、はい、いいですよ、いいですよ、読んできても、ちょっと読んできます、ね、はい、ありがとう、圧力、センテンス、スプリング、時短引き戻しとかすごかったね、すごかったね。いや、プレミアでしょ、あれあれだって V 入ってなくて、うん、で、星5の魔界竜、うん、じゃあ、なんか、超魔竜か、うんうんうん、出てきて、うん、ちょっと待ってくださいね、アンド主任、アンド主任、はい、こうね、弾置ききれないぐらい出てるんですよ、こうやって。あ、ちょっとアンド主任、ダメですね、ちょっと、あ、ちょっと忙しい、ちょっとダメですね、はい、先終わってみたいな、はい感じなんで、うん、じゃあ最後 ね、あの告知だけして、はい、はい、締めましょうか、はい、よし、洋文騎士とかかっこいい称号じゃねえ。かっこよくないよ。いやいや、最後の称号を見てちょうど黄金騎士出てたんですよ。おかしいでしょ、本当ね、はい、じゃあ、はい、お疲れ様でございました。はい、そんなね、戸塚店のガロが、はいはい、23日ですかね、はい、土曜日になりますが、はい、エースプロさんの取材が、はい、ガロ近日来ますんで、はい、まあ、カメラの映り込みだけにはね、うん、十分注意して、そうですね、いただけたらなと思いますので、はい、こちらよろしくお願いします、はい、あとは、もちろん明日22日、まあ、今日になるんですけど、はい、22日が、バトラー、はい、今回はバトラー君本日来ますんで、はい、実際に、はい、お店にね、はい、なので、はい、ぜひ生バトラーをね、そうなんですよ、やっぱ生で見ると全然、うん、あの迫力っていうんですか、うん、全然でかいんで、うん、あのぜひねモフモフしていただけたらなと思いますんでね、よろしくお願いします、うん、はい、よろしくお願いします、まあ、月曜日なんですけれども、はい、まあ寝台ですね、はい、先ほどちょっと話出ましたけども、ゼロ、はい、アマデジの方が2台、うん、入りました、あとゼロですね、はい、あとは海ジャパンがちょっと増えるんですけどね、はい、こちらもよろしくお願いします、あと戦国乙女、ごめんなさい、はい、さっき言わせてました、はい、スロット5台入ります、はい、戦国乙女、5円スロットにもね、はい、1台行こうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、ゼロは4円パチンコでいいのかな、ゼロは4パチ2台です、はい、4パチ2 台、はい、4パチ2台です、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、この際というか、北斗いきなり負けてたやないかい、そうだね、洋文騎士が戸塚に降臨したと聞いたのですが、お疲れ、バイトのこの名前が分かったらから満足、洋文なんだから、ただ打ちしてて当たると思うな、これ、こう見ると戸塚のガロの島ってすごいですよね、バーってガロですからね、こっちもすごいですか、こっちも全部ガロで、こっちも全部ガロ、そう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 、はい、この出玉軍を、射止めた洋武騎士は誰で止めたか、特技 ST 駆け抜けやだそんな特技、綺麗に止まりましたからね、あとの、アップ見れて嬉しかったです、ゲス、洋文すぎてすっきりしました、こんなにリスナーの思いが届くなんて洋文騎士素敵です、いやすごいですね、本当に、どんな取材なんですか、伝わるもんですね、どんな状況なんですか、お店の出てる状況はみたいなのを取材するんじゃないですか、そうですね、焼肉弁当はどうなったんですかということでね、誰かの胃袋に入ったんじゃないですか ね、 かね、やばいらでしょう、この後私はね、対面県のね、うん、お弁当美味しくいただきます、はい、告知お願いします、あっちゃんニコラスお疲れ様でした、お疲れ様でした、今何を告知されてもあっちゃんの駆け抜け余分騎士でいっぱいだわニコラスは元気だな、来週は何持ってくるのかな、あ、考えておきますね、そうですね、はい、どんな取材になるのかな、うん、楽しみですね、はい、一応ガロがね、ガロを初代しに来るみたいなんで、はい、なんで土曜日お待ちしております、はい、あとは、今日もプロの時間調整見せてくれてありがとうございました、ありがとうございます、ニクラスと、岩丸ちゃんのツーショットが見たいね、明るい子だからニコラも盛り上がるんじゃないですかということでね、うん、
まあまあ、戦国乙女やりてえなと、うち来てください。楽しかった、お疲れ様でした、とありがとうございます。もう名前出すのやめてあげたら。そうですね、あっちゃんの2つ名は、駆け抜けの圧力ですね。違いますよ、もうちょこっち、はい、あ、完璧完璧、そこ、はい、ということで、はい、土曜日総力取材あります。そして月曜日新装開店ありますんで、ぜひ来てください。そして明日はなんといっても1月22日ですからね、皆さんバトラークに会いに、はい、トツカテに遊びに来てください。ぜひぜひお待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあまあ、養分としては奇跡的に1回当たったからな。まあ、1回1回耐えた、1回耐えたけど、あれもでも時間、尺、うん、尺を考えてね、そうそうね、ここら辺で当てとくかっつって、ね、やっただけですから、ね。1回当たったから今週土曜日は雪確定でしょ。それね、もう雪降るって言われてるじゃん。大雪ですよ、ね、運用あっちゃん6号余分基地に変えましょう。よしてる様は美人やなと、あれね、戦国乙女ね、はい、といったところで本日はこの辺で、お別れしたいと思います、はい、また、来週の木曜日 ね、ありますので、店長出ますんでね、はい、ぜひ次回の放送も見ていただければと思います。よろしくお願いします。ところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんおやすみなさい、はい、さよなら。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく前も言ってた。キコーナ。